2013オートバックススーパー GT 開幕戦岡山 GT300 キロレース、天気が非常に良くなってきました。強めの日差しがこの岡山のコース上に降り注いでいます。放送の解説はレーシングカーデザイナーの由良拓也さんと元 GT300 クラスのチャンピオンドライバーの福山秀夫さん、ピットリポート高橋二郎さんと滝口由里奈さん、実況下田でお届けしていきます。全日本 GT 選手権を含めまして今シーズンが20年目のスーパー GT です。この岡山国際サーキットでも多くのドラマ名レースが生まれましたが、最も記憶に新しいところで去年のこの開幕戦はもう最高のレースになりました。ファイナルラップを前に山本がトップに立ったものの、ファイナルラップで立川が再逆転という、これは滅多に見られないすごいレースになったのが去年の開幕戦になります。数多くの名レースがあった中でも本当に鮮烈なインパクトを残したのがこの岡山での去年の開幕戦です。さあ今年の開幕戦はどんなレースになるでしょうか。まずは GT500 クラスからそのスターティンググリッドをご紹介します。ポールポジションはコンビでニスモに移りました柳田クインタレッリ組です。モチュールオーテック GTR クインタレッリがスタートドライバーを務めます。フロントローにエプソン HSV スタート道上亮、2列目 D ステーションアドバン GTR ミハイル・クルム、ウェッズスポーツアドバン SC アンドレ・クート、3列目京浜 HSV 金石俊博、レイブリック HSV 伊沢拓也、4列目カルソニックインパル GTR 松田継代、 ARTA HSV ラルフ・ファーマン、5列目ウィダーモデューロ HSV 山本直樹、キーパートムス SC アンドレア・カルダレッリ、6列目エネオスサステナ SC 国本裕二、ゼントセルモ SC 平手康平、7列目ペトロナストムス SC ジェームス・ロシター、レイトモーラ GTR 関口雄飛、そして最後尾8列目15番グリッドからデンソーコベルコ SC スタートは石浦博明が務めます。 GT300 クラスのスターティンググリッドです。栄えある開幕戦のポールは JAF GT 勢スバル BRZ です。スタートドライバーは山野哲也、並んだフロントローに S ロード NDTP GTR 星野和樹、2列目ゲイナーディクセル SLC ビヨンビルドハイム、ラセーヌランボルギーニ GT3 山内秀樹、3列目エンドレスタイサンポルシェディフェンディングチャンピオンです横山直樹、横溝直樹、 GSR 初音ミク BMW 片岡達也、4列目ハンコックポルシェ影山雅美、沖縄 IMP SLS 竹内博則、5列目ゲイナールーニースポーツ田中哲也、ディジョンレーシングインフィニットストラトス GTR 千代勝政、6列目レオン SLC 黒沢春樹、エヴァ RT 初号機アップル MP412C 高橋和穂、7列目エグゼアストンマーチン加納正樹、パナソニック APR プリウス GT 新田森夫、8列目ナック広告機動隊アライズ DR ポルシェ三山翔吾、グリーンテック SLC 和田久志、9列目 OGT ボンズレーシング GTR イゴール寿司子、ゼントアウディ R8 リチャード・ライアン、10列目マッハ号フェラーリ458玉中哲二、無限 CRG 武藤秀樹、11列目ランナップ GTR 白坂拓也、クリスタルクロコランボルギーニ山西浩二、12列目岩崎 APR R8 岩崎勇気マネパランボルギーニオリド学、そして最後列からスタート13列目25番手 ARTA CRZ高木真一がスターティンググリッドにつきます。全部で40台がグリッドにつきました。両クラスのスターティンググリッドです。さてこのレースのコンディションをご紹介しておきましょう。天候は今曇り空になっていますが時折日が差しています。気温が11度です。かなり寒い中での決勝レースになります。ただ気温は低いものの路面温度21度というのは、昨日の雨の予選よりも5度から6度高い路面温度となっています。ちょっと路面温度が上がりましたが、由良さんこのコンディションどうご覧になりますか。そうですね、この季節としては
それでも涼しいぐらいじゃないですか。はい、はい、まあ、それというよりも今日はちょっと風がかなり強いのがどういう影響してくるかも心配ですね。どうでしょう、その風について福山さん。そうですね、やはり校内入っていくときに突風など吹いたりするとやはり影響ありますしね。由良さんからもお話先ほどお聞きしたらダウンフォースにもやっぱり影響あるんじゃないかということで、かなりまあ強風には注意ですよね。気温も非常に、まあ、空気も冷たい中での決勝レースになりますが、まあ、福山さん、はい、ドライバー経験者の方として聞きたいんですが、開幕戦というのはやっぱり毎年やってることであっても、うん、選手っていうのは気持ち的に構えるもんですか。そうですよね、特にチームが変わるとね、やはりいくらチャンピオン取ってきたからといってもやはりみんなの信頼を得るまではね、今ロニーが映ってますけども、はいはい、やっぱり柳田君が昨日ポール取って一つ大仕事して、まあ、座りが良くなってると思うんですが、ロニーもこれねもう一ついい仕事してチームの中でいい、まあ、座り心地を得たいところですよね。なるほどね、早めに結果を欲しい。その通りですね。応援席の皆さん盛り上がってますか。まあ、各メーカーのサポーターの方々がまあスタンドおのおのが陣取って今声援を送っているところなんですが、今シーズンのスケジュールを簡単にご紹介しておきましょうか。こんな流れで行われます。まあ、特徴としましては今シーズン初めて韓国でエキシビションレースが行われます。まあ、これはですから公式戦ではありませんので年間タイトルとは関係ないんですが、まあ、5月にこの海外戦が連戦であるというのが今シーズンの特徴です。まあ、最終戦の後に今年も JAF グランプリ富士スピードウェイでまあお祭りが行われるという流れになります。開幕戦無限です。2013オートバックススーパー GT シリーズの開幕を宣言いたします。開幕宣言は株式会社オートバックス7取締役常務執行役員松村照之さんです。さあエンジンに火が入りました。路面温度21度という中での決勝レースになります。これからダミーグリッドを離れて各マシンがフォーメーションラップに出ていきます。 GT515 台 GT325 台という開幕戦のエントリーです。昨日の予選がちょっと天候が悪かったということでね、赤旗を出してしまったチームがノータイムになったりして結構後方に速い車が眠ってたりするんですよね。そうなんですね。まあ、ですから GT500 で言いますと、それこそインタビューを聞いただきましたレイトモーラの関口元山組なんていうのは速いんですが後ろにいるわけですね。そうですよね。さあフォーメーションラップが始まりました。まあ、でも簡単には上がってきにくいさ。そうですね、見どころじゃないですか。そうですよね、はい、サードの伝送サードもそうでしたよね。赤旗で最後見に行く。路面温度低いんですね。ビッグラップじゃないフォーメーションラップなんですが、なんと これグリッドに戻れないですよね。ルール的には。あ、戻っていいのか。道上が今また戻って自分の2番手のところまで今戻ろうとしてますが、いやこれはスタート直後由良さん、これ曲がりきれなかったんですか。そうですね、まあ、多分車を振った時のように流れたんじゃないかと思いますね。はい、曲がれなかったというよりは温めるためにですねウェービングして、ひょっとしてまっさらのニュータイヤで行ってる可能性がありますね。そうですね、まあ、このフォーメーションがあるのでそこでまあ少しでも顔を向ければというところでニュータイヤの可能性もあります。そうですね、はい。午前中のフリー走行も、まあ、ウェット宣言がなされた中でのセッションになりました。はい、さてこの開幕戦の岡山インターナショナルサーキットは短いコースです。全長が 3.703 キロです。決勝レースは82周で行われます。ここは由良さん、はい、コース幅も狭い、コースは短い、でね、でご覧のようにコーナーが多い、はい、でこれ300入り乱れて結構こういろんなあやが出てきますよね。はいはい、そうです。ですから、まあ、オーバーテイクはチャンスも来るけどとんでもない損失もあるというところでは、はいはい、その辺の流れを大きく変える要素がありますよね。しかも、はい、GT300 が速くなっていってなかなか抜きづらいとかになってきてますよね。今 FIA 勢は本当にその最高速度はあまり差がないぐらい速くなってますんでね。はい、まあ、従いまして自分の後ろにいるマシンに対して、まあ、セーフティーに見えるリードかと思いきや間で300にちょっと詰まったりしますとその差が一気に縮まって
接近戦にすぐさまなるというシーンもこの岡山というコースではまあまああることです。ちょっと確認しましょう。道上なんですが、あれやっぱりブレーキですね。なんか最初から曲がるよそ見でもしてたみたいな感じでしたね。そうですね、ちょっとブレーキも温めようと思ったんですかね、はい、意外とグリップしなかったということでしょうね。フロントローですからね、はい、そうですね、はい、その道が無事に戻ってまいりました。これそうなんですよね、ダンロップはちょっと雨の中でのポテンシャルは目覚ましいものがあったんですけれど、今朝の様子なんか見てるとドライはここ一つですね決めきれてないような感じなんで、結構苦戦するんじゃないですかね。そうですね、午前中は11番手タイムでした。今日もですがまだこのままドライで続くかどうかはまだ微妙なところらしいですね。まだ雨雲も遠くから迫ってきているようなニュースも入ってますが、さてペースカーはまだ入りません。もう一周フォーメーションラップを行います。本当ですね、もう一周行きますね、はい、やっぱりまあ、コースの性格からタイヤがちょっとこれは温まりきらないのでもう一周行こうということです、はい、そうでしょうね。これ福山さん、はい、もう一周になったそのもう一周目というのはドライバーどんなことを考えるもんですか。一周目にスタート集中してたにもかかわらず、はいはい、もう一周ってなってくるとちょっと拍子抜けもしたりするんですが、これまあもう一回高めていってですね、集中力の問題ですよね。そこがちょっといろいろあると思うんですよね。でやはりこのストレート上の走りを見ますと、由良さん相当タイヤ熱入りにくいんでしょう。これ違います、みんないつもより振ってますよね。こんなに踊るように、フォーメーションを行うというのはここまでは福山さんないですもんね。そうですね、まあ、当然熱を入れるためにご覧のように蛇行はするんですが、こちらは後半のスティントを担当しますモチュールオーテック GTR の柳田正隆です。今も画面を見てどうやらあんまり温まらないんだなみたいな感じで見てましたね、柳田君もね、はい、これが300のポールシッタースバルの BRZ です。まあ、雨で強さは見せましたが300クラスも同様に、まあ、このドライで果たしてどうなのか、あそこが注目になります。スバルの辰巳監督です。まあ、今朝のフリー走行を見る限り、はい、BRZ はストレートもさほど遅くないですね、はい、ですから今日は本当に優位なレース展開になるんじゃないかと思いますね。練習ではポルシェを抜くシーンを、ね、ちょっと見ましたよね、はい、見ましたね、はい、ちょっとおーって感じで受けましたからね。そうでしたね。さて2周目のフォーメーションです。あ、今度はランプ消えましたね。入念に熱を入れていますロニー・クインタレッディ、その後ろにスタートスティント担当道上亮、まあ、それから横浜タイヤが雨で頑張って3番手4番手に、まあ、日産 GTR とレクサス SC の2台の横浜タイヤが並んだという状況です。まあ、ミシュランダンロップ横浜横浜ときて、まあ、ブリヂストンは5番手京浜 HSV が最前列。由良さん、タイヤウォーズ、はい、これは今年も引き続き注目ですね。そうですね、また今年特にドライバーとタイヤのこのあれがだいぶ変わりましたからね、こちらも解説でちょっと間違える可能性があります。そうですよね、はい、さあ少しペース上がりました、ペースが上がっていよいよ決戦近しという空気がこの車両からも伝わってまいります。GT500 の最後尾が行ってちらっと GT300 最前列の BRZ も見えました。ランプは消えました。いよいよこの後ホームストレートに帰ってきて先頭開始となります。やはり横に振ってるだけではなかなか上がってこないので少しスピード乗せたいんですよね、はい、それでちょっと前との間隔を空けて今スピード上げてタイヤまた最後に熱入れましたね。さあここから坂を上りながらコーナーを1つ2つ3つとパスをしますといよいよ最終コーナーが待っています。いやだけど道上選手の車のが見てるとですね、この1周目スタートの1コーナーって結構緊張しますね、はい、そうですね、まだこれで熱は全然足りてるとは思いませんから、はい、道上選手が意外と車振らないんですね。でもあの後ねもしかしたらねライフがライフ、はい、きついかな。そういうこともあるかもしれないですね。さあもう一回さあもう、ね、ペースカーが入りました。スーパー GT 節目の20シーズン目、2013年どんな名ドラマが待っているか。2013オートバックススーパー GT 開幕戦岡山、ニスモモチュールオーテック GTR ポールスタート。
並んでダンロップエクソネッジ SV、 今スタートが切られました。緊張のスタートです。緊張の1コーナー、 D ステーションのクルッとコースタートを切りましたが、後ろから景品が前に出ました。後方で SC 同士、そして関口が少し車体が当たったが、コースタートを切ったのはロリー・クインタレッディ。道上が続いています。3番手にミハイル・クルム。 GT300 は DRZ がトップをキープして1コーナーを回りました。DRZ、GTR、その後ろにベンツの姿が見えます。さあ、トップはモチュール GTR、これが好スタートなんですが、そうですね、柳田選手はものすごいスタートしましたね。あ、レイブリック、景品、それからレイブリック、ホンダの2台が猛追を見せようという雰囲気を見せています。モチュールオテック GTR、 ロニー・クインタレッディトップ、2番手道上エプソン HSV、 外からレイブリックが前に出ました。ホンダが1台前に出ました。そしてミハイル・クルムちょっと後退、2台の HSV にかわされました。景品の金石俊博、それから伊沢拓也が相次いで D ステーション近藤レーシングをパスしていったようです。景品が従いまして3番手です。もうこちらは GTR トップに出ました。スタートスティット担当の星野和樹、S ロード GTR、GT300 いきなりトップに出ています。2番手にスバル BRZ 交代、はい、アブレーキでやられてるんですね。当たった。オープニングラップのこのヘアピンで GTR が前に出ました、はい、ストレートでやられたわけではなくてブレーキでやられてましたね。 ABS がついてますからね、 FIA GT 勢は。その前に出ました S ロード NDP GTR、 星野和樹が前に出ました。2番手にスバル BRZ、 その後ろにベンツ、ゲイナー・ディクセルの姿も見えます。さて、トップは GT500 モチュールオーテック GTR、 2番手エプション HSV、 HSV の隊列3台です。景品がいてレイブリック、これはでも金石俊博の景品がですね、由良さんいいですね、はい、これは行くでしょうね。でもまあ道上選手よく頑張ってますね。苦しいと思いますよ。抑える道上、後ろから金石俊博、このヘアピンは後ろにつくだけです。これまで の、 あのドライのコンディションで、はい、ドライのコンディションでは景品が一番速いんですよね。でこの景品はタイヤはブリヂストンのタイヤになります。そうですね。ただ景品の後ろから伊沢拓也、レイブリックの姿も結構鋭く迫ってきている状況です。これ競り合いながらもあんまり離れていってませんので、 HSV はかなり速い可能性がありますね。 D ステーション近藤レーシング、ちょっとスタートからペースが上がらずに車がずるずる後退しています。さあ、ホンダ同士3台の争いです。トップは GTR、 最終コーナーに入っていきます。これ GTR に迫ってますよ、この3台がね、調子いいですね、はい、中島レーシング、それから景品、その後ろにティームクリミチュ、レイブリックです。さあ、モチュールがトップ、2番手にエプソン、景品続いてレイブリック4番手、その後ろにインパルの姿が見えます。カルソニックインパルも前に上がってきました。ホンダ勢が逃げようとします。ニスモ、モチュール GTR を猛追しているという立ち上がりです。これでこちらはスバル BRZ がゲイナー・ディクセルの SLS に、あー、ここでオーバーテイク、ベンツが前に出る、ベンツが前に出る、スバル BRZ 交代、ポールシッターのスバル3番手に交代しました。これでゲイナー・ディクセルはビオン・ビルドハイムが2番手に上がりました。このですから11号車は注目のコンビとなります。さて、ホンダ同士3台の、いきなり仁義なき戦いが始まりました。ちょっとあの SC 勢が事前のね、あのテストの時の評判からしてちょっと元気がないですね、今。そうですね、はい、SC の姿が全く見えませんが、はい、それからランボルギーニがスバルを料理しようとしています。ランボルギーニがここで前に出ます、前に出ます。ポールシッターのスバル BRZ 交代、ラセールランボルギーニ、これで3番手に上がりました。山野哲也がスタートスティントを担当していますが、ちょっとペースが上がりません。その BRZ の後ろからはポルシェの姿も見えます。これまあ JAF GT 勢は燃費がいいですからね、ピットストップで少しあの短いですから20秒ぐらい、はい、その貯金はあるんですけど、あんまり落ちていきたくないところですよね、山野君もね。それから7番グリッドスタートのハンコック、影山雅美が好スタートを、早くもこのスバル BRZ に近づこうとしています。ハンコック、それからエンドレス、タイさん、この2台がスバル BRZ をこれから追っていこうという状況です。その後ろには2年前のチャンピオン、初音ミク BMW の姿も見えます。
伊沢が結構イケイケモードです。最初は金石俊博好調、しかしながら道上がそこに蓋をして後続がご覧のように縦長になりました。この間に挟まっている前から3台目のマシンです。伊沢拓也、イケイケの伊沢がかなりペースを上げようとしています。その後ろにさらにもう1台のホンダ、ドームの姿が見えます。道上、そして金石、その後ろに伊沢です。1台 GTR を挟んでさらにもう1台ホンダが続いているという状況です。立ち上がりは福山さん、ホンダが好調ですね、はい、そうですね。まあですがレースとしては燃料の関係で30周ちょっと走らないと、35周近く押してるんじゃないかみたいな、はい、そうですね。金石俊博がプッシュアップ、ただこれで間を少し空けていた伊沢がブレーキングで差を詰めました。一触即発、いいのかホンダ同士、3台接近した、はい、まさに仁義なき戦いだ。35周は行かなきゃいけませんので、あんまりタイヤを酷使してね、短いストップになると大変ですよね。さあ行くか、金石スイッチ入ってます。ロックオンした、ロックオンした、これは入ったかな。並ぶのか、1コーナー、道上抑える、道上抑える、横に並べるか、金石並んだ並んだ、粘る道上、後ろから伊沢も伺っている。これで抑えました、道上なんとか抑えて4台5台、後続はご覧の数珠つながりの隊列になりました。ちょっとエプソンのペースが落ちてきたんですかね。そうですね、そんな感じですね。ただ、はい、道上選手もおーと、ここで山本直樹が前に出ました。松田交代、松田交代です。ちょっと今触りましたね。去年このコースで悔しい思いをしました山本が交代しました、ね、さあそしてここで金石俊博が前に出ます。ヘアピンでついに前に、伊沢も行った、伊沢も行った、さらに内側からもう1台ホンダ、山本直樹も行こうとしています。これ SC も上がってきましたね。今キーパートムスでしょうかね。そうですね、キーパーとゼントが上がってきましたね。10番手スタートのアンドレア・カルダレッリもこの争いに加わってきました。なんとなんとトップを快走するモチュールの候補、おっとここでウィダーが前に出ました。さあそしてここで1台300クラスはコースオフしましたが、ゲイナーですか、ゲイナーですか、あそこゲイナー、3番手争いですか、そうですね、4番手争いですか、うわすげえな。ゲイナーは10号車でルーニースポーツ、ね、前を言いました11号車ではなく、はい、10号車の方が今ちょっと接触してコースオフしました。田中哲也選手です ね、 そうですね、ちょっと真ん中で行き場がなかったですね、今ラインが狭すぎました。まあ、ゲイナーは2台体制、10号車に田中、11号車に平中と去年のコンビを解消してチームを分けました。でその10号車ルーニースポーツの方は田中哲也がスタートスイント担当です。これロニー君たちには結構このホンダのバトルで助かってる部分ありますよ ね、 はい、ちょっとタイヤが心配なのかなって思わせるぐらい最初いけませんでしたね。ですが、まあ、後ろで混乱、まあ、密集してくれたので少し今楽になってますね。さてご覧のように後ろが、まあ、道上がずっと蓋をしていた状況もありましてですね、モチュールオテック GTR は少し差を広げています。これで松田が前に出ました。道上はちょっとペースが下がっています。キーパートムス、アンドレア・カルダレッリもその道上の後ろから伺っているという状況です。道上選手は苦しいですね。ちょっと苦しいようですね。これはどうでしょうか福山さん、要因はやっぱりタイヤなんでしょうか。おそらくそうでしょうね。やはりロングスティントを睨むとあんまり攻められないんでしょうね。その後方では SC と、おっとトムス、トムス突っ込んできました。これでゼントセルゴの前に出ました。これロシターですよね、新しいジェームスロシター。これで平手公平の前に出ました。ジェームスロシターはスーパー GT 初参戦のイギリス人ドライバーです。今かなりリスクある追い越しでしたね。トムス始まってに上がりました。これがペトロナス・トムスです。セカンドスティント中島和樹ですから、このオープニングスティントはジェームス・ロシターの担当です。道上ピンチ、トヨタ、レクサス SC のキーパートムスが後ろから差を詰めてまいりました。道上がですから現在6番手を走行中です。今度はこの6番手以降が少し縦長で差が詰まっている状況です。画面トップは GT300、 星野和樹のGTR です、 S ロード。その後ろに11号車のディクセル SLC ベンツです。ビヨン・ビルドハイムが現在2番手、その後ろに山内秀樹のラセール・ランボルギーニ、ポールシッターの山野はここ、スバル BRZ です。初音ミク BMW がいて、その後ろにハンコック・ポルシェ、さらにベンツの姿が見えました。52号車竹内、ご覧のように今プリウスも抜けていって、プリウスで現在11、2番手というところです。さてちょっと GT300 のトップ争いをご紹介しましょう。これが
これがエスロード GTR、 こちらがトップになります。でゲイナーディクセル現在2番手、おーすごいな、ロシターと平瀬ですが、これはね、レーシングの道上を絡んでいる状況です。先ほど平手くんを強引に抜いたロシターに平手くんがやっぱりやり返してるんですね。ちょっとふざけんなよこの野郎って感じになってますね。しかしながらそのロシターがまた前に出ました、またやり返しましたね。これまたレクサス同士、平手とジェームス・ロシターのマッチアップが勃発、1台コースオフしているマシンが見えましたが、そうですね、ARTA っぽいカラーリングでしたね。一番最後ね、ちょっとイエローが出てますね。さて画面戻って、これがですから、今おっとこれが CRZ ですね、武藤君ですか、55号車、これでマクラーレン、それからCRG 無限ですか、あですね、それからもう1台、9号車ですね、そうですね、が今絡んでいます。ちょっと確認しましょう。あ、後ろから押してますね、マクラーレンをね。これがですから最後のセクターに、あーこういう状況ですか。で巻き込まれた16号車、はい、行き場を失ってということですね。ちょっとインサイドついたんですけど、三山くんがちょっと突っ込みすぎましたかね。はい、はい、あこれ追いついてきたんですか。そうですね、追いつきましたね。 GT300 はエスロード GTR の後ろからゲイナーディクセル SLS ベンツが差を詰めてまいりました。ご覧のようにあっという間に差がコンマ3秒、もうこれはいつ料理するんだという状況まで差を詰めてまいりました。勢いはなんか11号車ベンツの方がいいですね。スタートは良かった星野和樹なんですが、ゲイナー SLS ビヨンビルドハイム好調、好調ですね。さあもうこの2台の前には GT500 のテール車両になります。 ARTA の姿も見えるようです。そう早いですね。さてあロシターが入ってきた、どうでしょうか。これはタイヤをちょっと壊してしまったということですか。ねえ、前途と接触がなければよかったんですが、まあフロントのバンパーなんかにもちょっと擦り傷ありますんでね、ちょっと暴れてる可能性ありますね、ロシター君ね。さあそのロシターが今ピットに入りました。ペトロナス・トムス、一方これは300のトップ争いです。エスロード NBDP GTR 星野和樹、その後ろからゲイナー SLS メルセデス・ベンツビヨン・ビルドハイムが差を詰めてきました。いやベンツの方がいいですね、動きはね。ちょっとやっぱり GTR の方がモーメント大きくて少し抵抗。島田さん、はいどうぞ。ペトロナス・トムスですけどもね、やはりタイヤ接触によってですね、スローパンクチャーですね。あそういうことですか。右のフロントだと思われますけども、スローパンクチャーですね。ちょっと頑張りすぎちゃいましたね。頑張りすぎちゃいましたね。ちょっと暴れてましたからね。さてこちら GT300 トップ争いはいつでもベンツが抜けるぞというそういう牽制の仕方をしています。これ前にあのスピーチで一周遅れにならんとしている CRD、あの ARTA のですね、あ前にそうか、はいはい、全然追いつかないんですよ、これ結構速いペースで走ってますね。そういうことですね。またスバルの DRZ もペースが上がってきたようで、置いてかれないで済んでますね。そうですね、はい、ポジションこそ4番手ですが、ご覧のように GTR、ベンツといてランボルギーニを挟んで一度は少し下がるかと見えました。 BRZ4 番手で食らいついています。ベンツが抜いたら引き離すぐらいの今力の差ありますね。そんな感じですね、車の動き的には。ですからいつ抜くか、今でしょ、抜けるか。さあ差を詰めます、ビヨンビルドハイムが差を詰めます。しかしながらストレート GTR、 これはどうでしょうか。ストレートはちょっと GTR 皆さん有利なんですか。そうですね、伸びがいいようですね。でもコーナーリングがものすごくあのメルセデスいいですね。いいですよね、脱出の姿勢がすごくいいですね。車はねものすごく大きくてこう鈍重なイメージあるんですけど、そうですよね、走るとすごくこう機敏に動きますね。回答性がいい感じがしますよね。おっとコリウスですね。コリウスだ、はい、ピットロードの入り口ですね。はい、コリウスがこれはぶつかってないんじゃないですかね、あそこだとすると。さてさて、いろんなところでいろんなことが起こってますが、これは景品が現在2番手争いで、300がこの間に入ってクンズ・フグレツという状況になっています。さてさて、金石対伊沢、このホンダ同士の2番手争い結構注目、
間に300の車両が2台入っています。ベンツと景品が少し接触しかかりましたが、その後ろから伊沢拓也が追っています。景品対デイブリック。さて、これで今無限の CRG の横に入ってホンダの2台が行きます。どこで勝負になるか。3台の勝負です。金石、伊沢、そして山本。伊沢と山本は去年のチームメイト同士です。これが山本、その前に伊沢。山本の18号車はミシュランタイヤになったんですよね。そうですね、はい。まあ、ですからこの隊列はホンダ、ブリヂストン、ブリヂストン、ミシュランという3台の隊列です。ちょっとこれどうでしょう、伊沢が三浦さん結構いいんですか。そうですね、いやほとんどですよ。変わんないですか。はい、そうですね。伊沢がこの真ん中、前に金石と、はい、タイヤを使い出してからじゃないですか。今のところみんないいですね。さあどうだ。あの伊沢君はもうチャンスを待ってますね。おー、ベンツ前、ベンツ前、順位変わった。300トップメルセデスベンツ、手を叩いた平中。ビヨンビルドハイム前に出ました。 GTR 交代。いやでもストレートは伸びますね。まあ、ホームストレートも GTR 有利だったんですが、はい、これはスッとインゴを抑えたビルドハイム。ストレートの伸びはいいんですけど、コーナーがまあすごいちょっと差がありますね。ビルドハイムの11号車はダンロップタイヤですよね。これがオーバーテイクシーンです。アトウッドの進入ですね。そうですね、アトウッドカーブの進入でズバッと前に出ました。まあ、お二人が再三おっしゃっているように、コーナーリング良さそうにあんまり見えないんですが、コーナーリングがいいという。そうですね、これがメルセデスベンツです。ゲイナー、ディクセル、SNS。ノーズの長さ見てください。はい、ロングノーズ、ショートデッキとはこのことだっていうぐらいの形してますよね。そうですね。はい、GTR を見たらまだキャビンは真ん中辺にありますけど、これはもう後ろにある感じですから、ものすごくこう後ろに乗ってる車ですよね。はい、昨年まではウェットでは素晴らしい性能を発揮するものの、ドライはもう一声だったダンロップタイヤですけども、今年はなかなか良さそうですね、これを見ると。そうですね。ダンロップの SLS がトップを走っています。その後ろに GTR、 さらにはランボルギーニ。まあ、今シーズンは、まあ、こんな隊列結構できるんじゃないかと思いますが、トップドイツ、2番手日本、その後ろイタリア。まあ、かつての三国同盟のバトルみたいなね。さてこのランボルギーニもこのドライバー87号車の2人も血気盛んな2人ですから、ちょっと注目ですよね。ランボルギーニは山内くんと吉本くんですかね。スタートは山内くんが行ってるんですよね。はい、山内がスタートを担当しています。なかなか弾けんばかりのドライバーですから、この人も。その弾けんばかりの山内が星野和樹との差をズバッと詰めてまいりました。こうやって見ると本当に GTR は重心が高そうですね。あの GTR は、ね、ランボルギーニはものすごくやっぱりこう低い感じがしますでしょ。これで見るとよくわかりますね。はい、レース前に長谷美監督にちょっとお話を伺ったら、決して岡山は得意じゃないということで、まあ、シーズンを見過ごして3位に入ればいいんじゃないかっていうようなことをおっしゃってましたね。その得意ではない岡山で、まあ、スタートポジション2番手、現在も2番手キープの GTR。 しかしながら後ろからイタリアン、まあ、カラーのこのミラーがね、3台揃うとイタリアンカラーが揃うというランボルギーニチームです。あ、はい、ミラーで3色に分けてるんですか。はい、みんな白なんですが、ミラーだけ赤、緑、白となんか3台違くなってるそうです。さあそのランボルギーニが3番手。その一方でホンダ3台のバトルはこれはどうでしょうね。ちょっと牽制の試合にもしかするとなってるのかも分かりません。はい、やはり景品の仕上がりがちょっといいんでしょうね。まあ、それに対してやっぱり伊沢君がじっくり待ってますね。短期を起こさずにやってるところがちょっと成長を感じますね。で松田が6番手にいて、これが6番手のカルダレッリ。松田から SC のカルダレッリまでは結構差が広がっている状況です。ご覧のように今 ART でしょうかね、行きまして、で GT500 の方は、まあ、ロシターがピットに入ってますんで、それ以外のマシンですと ARTA が一番後ろという状況です。さてここは今トップのモチュールが行きました。ちょっと GT500 の状況を確認しましょう。トップから2番手がこの差です。トップだ、今間に1台、モチュールはコンスタントラップもちょっといいですよね。はい、今非常にこの引き離してる、徐々に離れてる状態です。26秒台のタイムです。はい、
高橋国光監督です。気だけじゃないというところでしょうね。3番手を走っているレイブリック、これが伊沢拓也、はい、今ともちょっと GT300 との巡り合わせが伊沢君に良くないので、ちょっと辛い状況ですね、まあ、先ほども、ね、ベンツがちょっと絡んでしまいましたからね。アストンマーチンの横から SC の2台です。前にキーパートムス、その後ろゼントセルも平手公平、カルダレンディ平手といって、その後ろに石浦でしょうか、その姿が見えます。なんか隊列的には今トップは GTR なんですが、ホンダ、それから日産、レクサスみたいな、力関係に開幕戦はなっています。 SC3 台の6、7、8番手の争いになります。キーパートムス、SC、アンドレア、カルダレッディ、その後ろ、まあ、ロシターとのレクサス同士のバトルを演じました平手公平、その後ろにデンソーコベルコ SC の石浦博明が続いている状況です。今ストレート見ててもポルシェがこのズバッと抜かれないでですね、結構一緒に走ってますよね。そうですね、300がいかにこのストレート速くなってるかですよね、はい、500にしたらすごくやりにくいと思いますね。そういう状況ですよね。で今300の86号車、まあ、ミラー緑色のランボルギーニを3台の SC が抜いていきます。そうしますと、これ福山さん、はい、前に300のこういう車両がいるなっていうのは途中から分かってきますよね。そうですね。そうするとどの辺でその300を料理するか、こう2手3手先を読んだ、はい、そんなゲームの駆け引きがドライバー必要になってくるんでしょうか。そうですね。それがまたバリエーションが随分狭まりましたよね。ストレートエンドのブレーキでしかないっていうようなことになってきましたんで、はい、なかなかその戦略がドライバードライビングしながら次のコーナーのどこで抜こうかっていうことは作戦の幅がすごく狭くなってますよね。まあ、300のどう出くわすかにかける部分もありますね。そうですね。それはどうですか、出くわすのは若干運も入ってくるみたいな感じがありますね。そうですか。これゼントのリアのディフューザーがちょっと脱落しかかってますね。右、はい、リアがちょっとブラブラしてましたね、はい。まあ、トムスとの接触があったんでそういう影響もあるのかも分かりません。 あと3番手に山本はいつの間に上がったんだ。山本が前に上がっています。これがやっぱり GT300 との巡り合わせでしょうね。ちょっと伊沢君に今日は運がないんじゃないでしょうかね。これでですから、いや景品は前に行ってるんじゃないですかね。伊沢が下がったですね、はい、伊沢が下がって後ろからインパルが上がってきています。伊沢が少し順位を下げて山本直樹が前に出たという状況です。さてちょっと巡り合わせが伊沢君今良くないんで、まあ、辛抱ですね。また良くなってきますから。これが伊沢でその後ろ松田です。松田が差を詰めている状況です。少しペース落ちたか伊沢拓也。その前には山本直樹、ウィラーモデューロの姿も見えます。これが伊沢が抜かれたシーン、まあ、山本が抜いたシーンです。なるほど。この手前でやっぱり突っかかってるんですよね、はい、100番がね。それもあって少しペースが落ちました。伊沢は後ろから松田にちょっと捕まりかけています。この山本直樹が現在3番手、山本直樹、それからフランス人のフレデリック・マコビッキーのコンビになります。32歳のフランス人、なかなかいいドライバーですよね、はい、テストからいい走りしてますので。ウィダーモデューロ、山本直樹現在3番手、その後ろに伊沢拓也、さらに松田継男という状況です。伊沢4番手、松田5番手。この山本君のドームのリアウィングがストレートエンドでちょっとブレてるような感じがするんですが、序盤で追突かなんかされてるかもしれませんね。そうですか、ちょっと次注意してみましょう、はい、裏のストレートです。順位確認です。 GT500 トップロニー・クインタレッリ、モチュールオーテック GTR です。ホームストレートで2番手金石敏弘との差は 1.7 秒でした。そしてその金石敏弘がご覧の差でヘアピンに向かっていきます。ロニー・クインタレッリが行きます。先ほど 1.5 秒という差になっています。2番手に景品 HSV 金石、これは300なんでしょうね。そうですね、急に詰まったのは、はい、なかなかぶっちぎるところまでいきませんね、やはりね。そうですね。でこのワン・ツーの後ろに山本直樹の姿が見えます。ここで今金石が行って山本の姿も見えました。景品金石のペースが、まあ、26後半から27の前半ぐらいのペースです。こちらはロニー・クインタレッリ、まあ、コースタートを切って序盤イニシアチブをしっかり作りました。
まあ、なんといっても2年連続のチャンピオンコンビ、それが揃ってニスモに移ったというのが由良さん大きな話題です。すごいことですよね。ただ実績としてね、2年連続チャンピオン取った2人がこうなるのはまあしょうがないというか当然のことなんでしょうね。はい、まあ、本当にこのコンビは絶妙のコンビです。そうですね、タイヤとのパッケージごとこうニスモに移動したという感じですからね、はい、まあ、ミシュランタイヤそしてドライバーが2年連続のチャンピオンコンビ、まあ、過去2年は不運もあったニスモなんですが、まあ、ドライバーラインナップを変えてタイヤも変えての新シーズン開幕戦ポールスタートからトップ快走です。なんとかブレーキで抜いてるって感じですよね。そうですね、今までならスッと抜けたんですけど、これが300のトップ車両です、まあ、今のですからこの500が300をオーバーテイクしたシーンが福山さん今季の象徴と言っていいんでしょうか、はい、そうですね、まあ、こういったあの小さなコーナーでは譲ってもらわないと抜けませんしね、なかなか厳しい状況になってます。まあ、そうしますと今回のこの岡山だったりとかあと夏の都合のように短いとか狭いっていうサーキットは由良さん計算難しいですね。これそうですね、本当にあの逆に言えばあのお客様にしたら結構面白いそうですね、はい、レースですね。でベンツの SLS ゲイナーが福山さん非常にいいペースですね。そうですね、安定してますもんね、コンスタントに速い。そうですよね。こちらは4番手争いです。 BRZ4 番手その後ろに初音ミク BMW Z4 です。スタート片岡達也、この Z4 も今朝のウォームアップ良かったですよね、はい、Z4 がトップタイム1分30秒254というタイムを出しています。はい、両方ともドライバー谷口君も片岡君も早かったですね今朝はね、はい、その片岡ファーストスティント、そして谷口セカンドスティントというラインナップです。5番手の初音ミク BMW です。おっと平手が今この BMW の後ろから来ている状況です。まあ、これで1台はパスしましたが4番手争いの間に GT500 が入りました。ディフューザーが落ちかかってますね。先ほどのロシターとの接触かもしれないですね、はい、これであのタイヤをカットしたんでしょうね、はい、あのロスターのタイヤですね。そうですね。さてこのストレートエンドで少し初音ミクがスバルとの差を詰めたようにも見えましたが、このどうでしょう由良さん、 BRZ と Z4 の特徴の差なんかを考えるとどんな今意味合いが、はい、テストの時を見ている限りこの BRZ はセクター1、要するに高速セッションですよね。ストレートから 1,2,3 コーナーのそこは最速なんですよ300で。で、まあ、こういうタイトなところ連続するところがちょっとあの Z4 の方に分があるかなというところですけど、でも今日このレースのこの状態を見る限り Z4 の、 あのセクター1も速そうですね。そうですね、やっぱりピックアップから大排気量の Z4 の方が速いようですけれども、あの流れを止められちゃうと BRZ はやっぱダメみたいですね。おー、 BRZ を抜きました。 Z4 が前に出ました。ズバッと片岡4番手に上がりました。まさにセクター1でも速いよというところを実証しました。そうですね、片岡前に出ました4番手 BRZ、 これで5番手に交代です。ちょっと手前からやっぱり500との巡り合わせが山野君が悪くてちょっとリズムって言いますかね、流れをこう断ち切られちゃうんでちょっと辛いですよね、小排気量の車にとってはね。関口選手がここまで、関口が今10番手です。結構苦労してますね、簡単には上に上がれてないですけどね。4番手からスタートしましたレイトモーラ GTR、 これが関口雄飛スタートスティントです。クルムが苦労してますね、もうここも11番手まで下がってますから。スタートはまずまず良かったんですが、ずるずる後退して現在このレジが11番手です。このマシンの後ろやはり譲ってもらわないと関口君全然抜けないですね、まあ、当てないでいきますって言ってましたがスタート前に。これで一つ前には出ましたがクルムが続いていきます。Z4 片岡はこれは道を譲って、さあクルムと関口のマッチアップです。これが現在10番手11番手、クルムは横浜タイヤですけど良かったんですがね、今朝も悪くなかったし予選も良かったんですが、はい、ちょっともうこういう風にフルドライになってしまうといまいち炸裂しないんでしょうかね。
ちなみに横浜タイヤは今回1280本ものタイヤを持ち込んでいるようですね。そうですか、はい、ブリヂストンは700本という話ですが、すごい量ですよね。その横浜が後ろで、前はミシュランの、レイトモーラ GTR です。10番手11番手の争いは1秒以内の接近戦になっています。まあ、この3周ぐらいはかなり間に300の車両が入っていたという状況です。これで遮るものは少し今のところは、まあ、遠ざなくて2台のマッチアップになります。やっぱりこのコースですから、由良さん、後ろから上がっていくのは相当しんどいんですね。これですね、しかもね、タイヤのライフも考えなきゃいけないですから、はい、そうですよね。30ちょっと32、3周はいかないといけないんじゃないでしょうか。最低でも前の300の車両との差が詰まったのを見てか否か、ちょっと先ほどのヘアピンの手前でクルムが関口との差を詰めました。さて、これで300の上位車両、3番手のランボルギーニを500の10番手、11番手の2台がパスしていきます。ちょっとでもクルムも簡単に前に行けない。これでレイトモーラの関口が逃げます。まあ、クルムは300の車両が入ってくるのも見据えながら、その駆け引きのタイミングを伺っている状況で、GTR の、まあ、クラス違うんですが、3台これが近づきました。今最終コーナーで、クルム、クルム、クルムが行く、クルムが行く。最終コーナーでスピード乗せられなかったんですよ。そこをついてきた、そこをきっちりベテランのクルムがついてきた。10番手に上がりました、 D ステーション近藤 GTR。 ちょっと関口君が突っかかりましたね。使えましたね、星野君にね。完全に加速のタイミングが遅れましたね。そうでしたね。雨ですか、ちょっと今カメラに水滴ついてませんでした。空は上空は雲が増えてますよ、はい、確かに。まあ、でも明るいんで雨ってことは多分ないと思いますが、さて画面トップに帰ります。モジュールオーテック GTR です。ほぼ無風でここまで来てます。やっぱりあの引っかからなければ十分速いですね。雨降ってますね。ちょっと水滴ついてます。島田さん、はいはい、こちらピットレベルではまだ雨はさほど感じていないのですが、一粒二粒は降ってきました。風がとにかく強まっているというのを感じます。さて、ちょっと天気どうなるか、そこが気になります。まだまだドラマはこの後待ってそうですね。気温も路面も下がってきました。気温で2度、路面で3度下がって、レースは現在24周目。天気の状況によっては、まあ、本当にもう何が起こってもわからないというそういう状況です。さて、モチュールのクインタレッリはでもこの数周であっという間に2番手景品 HSV との差を広げました。ここに景品がいます。3秒台に広がりましたね。でこれで由良さん、ドーム、ウィダーモデューロ、はい、いいですね。そうですね、山本直樹が相当のハイペース、アストンマーチンですが、アストンマーチンが現在13番手を走っていました。第2ヘアピン真っすぐ行ってますね。加納正樹コースオフ、グラベルにはみ出しまして、その後スポンジバリアにぶつかりました。ブレーキトラブルかな、結構な勢いで出てきましたね。タイヤバリアにぶつかっています。今シーズンはアストンマーチンはこの1台、まあ、オレンジ、それからグリーンをベースとしたこのカラーリングになります。この車は昨年、まあ、チャンピオンを取り逃がした車ですよね。はい、早かったですよね。そうでしたよね。さて、こちらが、2番手争いになります。 GT300 星野和樹、その後ろランボルギーニの山内秀樹です。あの CRD がまだここにいますからね。やっぱりこの LTA の CRD は結構早いんですね、はいはい、なかなか早いですね、はい、FRO が今入っています。さて、ガヤルドと GTR の差は、まあ、1秒あるかないかという差になったりならなかったりというここ3周です。おそらくこの3号車の星野君のスティントは長いスティントが保たれるような、そういうタイヤを履いてるんじゃないかと思うんですがね。相棒がまあ1年生の佐々木君ですから、ね、はい、画面前が星野和樹、現在2番手、3番手にランボルギーニガヤルド、87号車ラセーヌランボルギーニ山内の姿が見えます。
吉本、ね、これはあれですね、山内のパートナーの吉本ですね、はいはい、去年はアストンマーチンで、まあ、星野と共にさっきと沸かせてくれました吉本。今のも見せたるでっていう感じのガッツポーズでしたね、非常にね練習から早いですから、ね、早いですね、はいはい、あの88号車の方が新車なんですが、まあ、来たばかりということもあって、まあ、しばらくの間87号車の方が期待の1台。おっとアウディですか、 GTR ですね。これさてこれで今300の車両1台コースオフしたんですが、松田継男が伊沢拓也を少し前からトライにかかっていて、伊沢がちょっと交代か、松田継男が勝負を仕掛けようという1コーナーです。ちょっと苦しいですね伊沢ですか、はい、まあ、ずるずる下がってるわけでもないんですが、18号車とどうですか。でも18のペースではいけてませんからね。そうですね、18号車が28秒の後半で、この今ご覧いただいているレイブリックインパルの争いが29秒台の前半というペースです。なるほど、星野監督ですか。あ、これ両監督のですね、はい、さてこれでヘアピンから今度は後半のセクターに入っていきます。これで今松田継男が少し差を詰めようとしているんですが、伊沢のペースが先ほどの周回は29秒の真ん中、その前は27秒台が出ていたようです、まあ、このですからペースが落ち込んでいる周回は300が結構入ってきていたということですね。そうですね、攻めあぐねてはいますよね、はいはい、もうプッシュしてるっていう感じではないですからね。前がホンダ、後ろが日産です。HSV 対 GTR の争いですが、ストレートちょっと見ましょうか。これでレイブリックが少し広げます。先ほどの周回はすぐ勝負できそうだった松田なんですが、これはついていくことができませんでした。コンマ5秒まで差が広がります。だとすると、まあ、300が間に入らなければこのぐらいの両者の差がもしかするとあるのかも分かりません。トップから今のカルソニックまでがまだストレート上にいますんでね、さほど開いていってないっていう状況ですよね、はい、5秒から7秒の間を行ったり来たり行ったり来たりっていう状況ですね。山内です、山内やってますね、山内です、山内。星野和樹がでもこの山内が来てるの分かりながらうまく抑えて周回を重ねています。そうですね、おそらくロングスティント行かなきゃいけないんでしょうね。でランボルギーニに対してどうでしょうか福山さん、この GTRGT3 の、GTR はストレート速いんですか。ストレートは遅くないようですね、そうですね、速いです。唯一飛び込みからやっぱり出口まで、コーナリングの最中ちょっと後ろが出がちな車でしたから、ははは、まあ、今年ダウンフォース随分増やして良くなったようですけれども、そこら辺のところはちょっとここのコースに合ってないというようなことでしょうね、はい、まあ、ストレートは速い組の、そうですよね、はい、前が GTR、 後ろがランボルギーニ、まあ、どちらも GT3 勢ということになります。 Z4 の姿が見えます。これは千代君ですね、はい、48号車、そう千代がね福山さん相当頑張りましたからね。そうですね、まあ、この画面後ろ5番手の千代も GTR、 去年はですから3号車で関口と共にコンビを組みました。26歳の若武者です。まあ、予選からこの千代はかなり気合の入った走りを見せてくれました。まあ、ここまで上がってきているということは3号車よりペースがいいということですね、48号車の方が。その3号車が現在2番手、山内はこれこういうシーンに何度も持ち込んでるんですが、これ由良さん、星野がうまいの待って抜けないんですか。そうですね、上手にこういなしてますよね。ここでぴったりまで疲れるんですけど、この立ち上がりからあの1コーナーまで、ね、ストレートでちょっと差を広げて、でこのストレートはですから、まあ、共に直線いいマシン同士なんですが GTR にちょっと有利があります。どうですか、でもこれ少し横に出しましたけどもいける。そしてその後ろの千代がかなり行く気満々、やっぱちょっとストレートです、そうですね、差がついてますね。1コーナー入るときにはあの並べるところまで行ってませんからね。そうですね、逆に離されてるので、ということはこれ後ろの千代くんがバックストレートでこの Z4 の横に出る可能性がありますね。ありますね、はい、かつての直線番長 Z4 は、まあ、今やコーナーリング重視のマシンです。千代は行く気満々、画面一番後ろ千代は行く気満々です。さあ Z4 初音ミクを捉えるか、
片岡君もよく分かってますね。ストレートで来られちゃうかもみたいなライン取りですよね。後ろ GTR 前 Z4、 さあインサイド狭いが大丈夫か。バックストレートエンド、千代はどうする。背中を捉えるまで当選もしてます ねちょっと千代君もタイヤが3分の1ほどダートに落ちましたんでね、まあ、画面一番後ろのこの千代、それから Z4 を挟んで前の山内、まあ、共にその前に立ちはだかるのは経験豊富な2人です。星野そして片岡、まあ、こうやって見ますと福山さん、はい、まあ、こうベテランを攻略するのが難しいというのはよくわかりますね。これそうですね、これ本当にしごいてもらってるんですよね、後輩がね。前は星野が山内を簡単に抜かせないという状況、その後ろでは片岡が簡単に千代には抜かせないという状況を作っています。この4台はただの接近戦ではありません。ベテラン対若手という構図になっています。逃げる星野、追う山内、逃げる片岡、追う千代です。これこのまま行くとピットもかなり重要になりますね。そうですね、もう前へ出た者勝ちみたいな感じですよね。こうするとね、なかなか抜けませんもんね。これですから由良さん、ピットに入るタイミングですか、はい、FIA は、はい、燃料燃費がものすごく悪いんですね、はいはい、JAF GT に比べて。ですからこのレースだと多分ほとんどど真ん中、ああ、はい、そうか、半分半分で、だからそういう、ね、戦略的に 燃料給油のタイミングをずらすことはあまりできないですから。そういうことですか。ほぼみんな同時に近いんじゃないですか。なるほどなるほど。で特にその中でもこのターボ系の車は燃費が決していいわけではない、はい、まあ、GTR 随分改善しましたけど最初は相当悪かったみたいですね、じゃあ今前走ってる星野君もロングスティントはできない、燃料的にはだと思いますね。いうことですね。そこまでは改善してないと思いますね、まあ、いいところ半分で、マージンも多少欲しいじゃないですか。そうですね、はい、ガス欠じゃシャレになりませんもんね。まあマクラレーンがね多分一番燃費が悪いんですね。マシンはこのサーキット下手すると2ストップっていうぐらいギリギリだって言ってましたから。そうですか、もう真っ二つじゃないと走りきれない。そうですね、でも残念ながら今日はもう止まってしまってるみたいですね。ああそうでしたね、はい、まあ、したがってこの4台はタイミングも近くなりそうですし、浦さん給油の時間も結構かかるわけですね、はい、ですから、面白いですよこのピットワークがどうなるか、はい、ご覧の縦の4台の隊列です。2番手争い、まあ、表彰台をかけた4台の争いです。一方の伊沢の方は松田継男とのバトルが続いています。1秒前後どこじゃないか、1秒ないぐらいの争いがずっと続いています。そうですね、もうここも先ほどの GT300 と同じようにもう髪の毛1本のミスも許されない状況ですよね本当にもう針の穴を通すようなドライビングが続いていると思いますが、この2台の前の2秒先に山本直樹の姿があります。ですから、まあ、山本とバトルに持ち込むというよりは伊沢はこの松田を抑えている、そんな4番手走行です。ご覧のように1秒ない争いがずっと続いていて、これはですからさすがの松田継男でも勝負をするところまでは行っていないということは、ポテンシャルトータルで見れば福山さん、これ同等の両者という言い方ができるんですか。そうでしょうね、おそらくもう乱暴なことでもしない限りちょっと前出れないですよね、まあ、まずはこのポジションをキープしながら伊沢は後半のスティント、まあ、小暮につなぎたいというところです、まあ、一方こちらのカルソニックインパルもセカンドスティント JP オリベイラ、まあ、どちらも有能なドライバーをセットで持っているチームになります。ご覧のように伊沢は47秒台をコンスタントに記録しています。これですから湯沢君も遅いわけじゃないんで、松田君ももう攻めようがないんですよね。追いついてはいるもののちょっと攻撃できる状況じゃないですね。こうやってでもここ5周のペースを見ると福山さんほぼイーブンなんですね。これそうですね、本当にね違う車種でもここまでイーブンっていう感じでね走ってますよね、はい、もうトップとほぼ同じタイムで27秒台ですか。500クラス最後の20年目最後の年ということもあって、はいはい、まあ、マシンとしてはどれも成熟しきっているという感じでしょうね。優劣つきがたいところまでもうやりきっているマシンたちですよね。で FIA 勢もこれは FIA の BOP はよくできててですね、はい、みんなのこの性能をすごく同じにする、上手に同じにされてるんじゃないですかね。まあ、従いましてこういう接近戦が行われるという形になります、はい、
どこで勝負を仕掛けるか、あんまり無理をしてロスをしては元も子もありませんので、そのタイミングをどこに測るかというのはすごく難しいですね。これ完全にミスしたら絶対ダメですね、はい、で当然あの福山さん、前にいる星野だったり片岡っていうのは、はい、そのミスを誘うようなイメージも持ってるわけでしょ。そうですね。あとまあ後ろからのいろんなあのフェイントに対しても動じないですよね、はい、この人たちはね。さてこちらは10番手争いです。 GTR 対 SC、 ちょっと SC が いまいち振るわないこの開幕戦なんですが、これは国本君の方ですか。ですね、はい、国本です。なかなかいいですね。国本がクルムを後ろから追っている状況です。現在10番手争い、このクルム、国本の前にどうやら道上がいるようです。国本雄二は今シーズンルマンにチームを移しまして、まあ、大島とコンビを組みます。これがですから10番手争いですが、国本はちょっと近づいて、はい、背中つきました、つきました。あ、インサイド入りますね。入った入った。クルムの横に国本はいけるか。もう一声でしたね。うわ、いけないですよね。そうですね、ノーズがドアまで入ればね。そして最終コーナーを立ち上がってきます。逃げる GTR、 追う SC430。 この感じで見ますとストレートはユラさんほぼイーブンですか。いや、ちょっと離れてますね。少し GTR が早いですか。前のが早いってことはちょっと GTR のが良さそうですね。そうですね。これだとすると SC はどこでインフィールドでちょっと無理しなきゃ抜けないってことですか。そうですね、そういうことですね。進入しかないでしょうね。はい、ストレートエンドのヘアピンからダブルヘアピンまでの間に前に出て最終コーナーまで思いっきり頑張るっていうパターンですね。でここはきついわけでしょ。ここはきついわけです ね。このエンドのブレーキングから先でちょっと頑張るですよね。でここのブレーキ、まず国本どうするか。これでちょっとギリギリまでいければという国本ですが、さあ問題は SC ですから、車の特性考えると重要なのはここから大島ですね。はい、大島が今真剣な眼差しでモニターを見合っています。このスローコーナーのターンインのこの辺は早いんですよね、レクサスの方がね、はい、先ほどはこのですからダブルヘアピンの2個目のところで国本が結構差を詰めたんですが、ここはさすがにクルムが抑えています。難しい状況になりました。 SC 国本、クルムの方はストレートに2があることを少し活かしながら国本を牽制しているイメージです。 G1 手争いは、まあ、早々おっと、おこちらはランボルギーニ来たか。山内が前に出た、前に出た、星野和樹の前に出ました。山内秀樹、今ヘアピンの進入ですかね。そうですね、ストレートエンドのヘアピンでしたね、はい、順位入れ替わりました。 GT300 2番手にランボルギーニ浮上です。山内、これで3番手に星野和樹の GTR 交代、その後ろ Z4 片岡、さらにまた GTR 千代が続いています。前出たら引き離す可能性ありますね。そうですね、これで今前には出ました、はい、ランボルギーニ前です。あ、もう早くもちょっと差がつきました。そうですね、やっと突っかえ棒が取れました。ランボルギーニ山内、あとそうですね、まあ、折り返しまでっていうとあと5周ぐらいですか。ですかね。そうですね、はい、GT300 では5周ぐらいですよね。あと4周ぐらいですね。これがそのオーバーテイクシーンです。完全に進入ですね。あ、これ行かないと見せて、うん、そうですね、うん、行くようじゃなかったんですけど ねちょっと不意をついた。なかなか、あ、綺麗にね、はい、本当不意をつかれた感じですね。そうですね、あの締める感じなかったですもんね、はい、ヘアピンで料理をしました山内。いい駆け引きをしたと言っていいですか。そうですね、もう僕全然抜けませんからっていうアピールをしときながら不意をついたような感じでしたね。まあですよね、まあ、そうですね、まあ、今おっしゃったですから、今日は局面が詰まってきた時には間の勝。おっと、これで Z4 がまた前に出ました。これで GTR 交代です。 GTR 交代、初音ミク BMW、 これで3番手に浮上しました片岡。これ2連続で行かれてるってことは逆にちょっと S ロード落ちてきてるんですね、はい、そうですね、はい、元気だったらちょっとやっぱりもうちょっと締めてますよね。そうですね、でこれで GTR 同士のバトルになるんですが、あ、全然あのね結構ワイドになってて、はいはいはい、小さく小さく走れなくなってきて
ってますよね。そうですね。後ろはディジョン GTR の千代です。千代が完全に星野和樹を捉えました。ずっとうまく抑えていた星野和樹なんですが、32、3周を過ぎたところから少し難しさが出てきたようです。相次いで2台にパスをされて現在4番手、表彰台が遠のいていきます星野和樹。その後ろから同じ GTR の千代勝正が来ています。この2台の間にウィダーモデューロが入りました。間に入ったウィダーモデューロは GT500 の現在3番手の車両です。これで間に1台入ったんで一息の星野。ただこの後千代がどんな追い上げを見せるか。入り出しましたよ。さてこれで今ベンツの52号車です。沖縄 LSL ガルウィングが空いて今ドライバーの交代を行います。ちょっと早いぐらいですよね、はい、真ん中まではまだ行ってませんね。で沖縄 LSLS が52号車ですけども何番手か4か5を走ってたんじゃないかと思います、はい、千代が来ました。千代が来ました。やっぱりちょっと福山さん、星野選手は厳しい状況なんですね。これそうですね、しかもこの GT3、 GT300 の GTR が抜かせないですよね。これはやり合ってますんで500に譲らない、はい、これまた伊沢くんがピンチですよね。伊沢が今松田に差を詰められている状況です。こういうのが岡山はまま起きます。間に入ってさあ松田継雄が伊沢を捉えている状況です。これで間に500が入ってくれて星野がまた一息。さて最終コーナーに500、300ともに接近戦が向かっていきます。そうですね、アクセルオンのタイミングが遅れるとそれだけで、ね、1コーナーの勝負ができますからね。そうなんですよね、微妙なところですね。ここはなんとかうまくしのぎましたけど、これでまたちょっと伊沢と松田の差が広がりました。いやしかしこれは本当にコースも短いしコーナーも多いんで福山さん計算できないですね。できないですね、GT300 も争ってるとちょっとやっぱり譲ってくれませんのでね、はい、まあ、それぐらい本当に、まあ、このシーズン特にこの GT300 車両の直線スピードの、はい、速さというのが大きな、まあ、500から見るとネックになります。そういうことですね、おっと入り出しましたね。キーパートムス、それからミハイル・クルムの D ステーション近藤レーシング、この2台がピットに入りました。先ほどからちょっとワイパーが回ったりしてるんですよね。そうですね、キーパーも今ワイパー回ってましたし、はい、先ほどクルムもワイパー回してましたので、前がクルム、後ろがカルダレッリです。はい、ちょっとあまた日が差してきましたが、ちょっと路面コンディションも気になるところですね、はい、今ドライバーの交代を行います。近藤レーシングはスタートドライバーにクルムを置いて、後半のスティントは安田が担当します。それからキーパートムスの方はスタートカルダレッリなんで、セカンドスティントに伊藤大輔が登場します。4本交換ですね、タイヤはね、はい、横浜タイヤです。さあ安田号行きます。ほとんど同時に伊藤大輔、ちょっと空転多かったですね。これでコースに復帰していきます。その横をペトロナストムスがすり抜けて、レイブリック、それからカルソニックインパルの、ああ曲がんない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 、安田曲がりませんでした。あーグラベルの方に行ってしまった。コースに入ったその直後、やっぱり路面厳しいか、 D ステーションアドバン近藤 GTR いきなりグラベルの方に行きました。そうですね、まだ冷えてるタイヤの 1コーナー難しいですね。そうですね、やっぱりピットから出る時も相当空転してしまいましたんで、やはりなかなか、逆にあのフロントが温まってない状態で後ろだけ熱が入っちゃってる状態、そうかもしれませんね、はい、だから切ってもスカーンとこう無反応に、はい、で後ろだけ押してしまうみたいな感じだったんでしょうね。そうですね、まあ、路面温度21度でスタートしましたこの決勝レース。最初のフォーメーションラップで名手道上が、まあ、曲がりきれずに少しグラベルに入るというシーンがありました、まあ、ですからこれ福山さん、はい、これからみんなタイヤは変えていくわけじゃないですか。そうですね、これインラ、アウトラップか、アウトラップ、ね、今日のアウトラップは難しい、結構難しいですよね、はい、そうですね、先ほど52号車のベンツも1コーナーちょっと外に膨らんでましたので、コースインで、はい、あの300に対しても同じような傾向に見られますよね。それから、まあ、ピットの小暮と JP のカットバックをご紹介しましたけど、そうですね、この2台はその2人のバトルが後半あるのか、それもちょっと楽しみですね。そうですね、伊沢対松田ももちろん楽しみなバトルなんですが、まあ、これはもう牽制の試合で、まあ、本当にほぼイーブンの戦闘力、
まあ、どちらも手を出せずに、まあ、睨み合ったままなんかセカンドスティントの勝負になりそうです。おー、なんかすごいぞこれ。あー、エプソンが中島レーシング関口ですか。これ関口君に追突されましたね。道上と関口の接触があったようです。さあ、81周のこの決勝レース、その中盤まで来ました。関口が戻ってきます。で、今オフィシャルの方で、レイトモーラと中島レーシングエプソンの接触について検証中になってます。ちょっと右フロントパンクしてますね。しましたね。それによってすぐ入りました、レイトモーラ GTR です。エアジャッキだから大丈夫ですけどね、これね。これで関口アウト、本山がコックピットに収まります。下村さん、はい、どうぞ。このレイトのですね GTR なんですが、右のフロントですねちょっと接触した跡があって、それがですねちょっと引きずってる状態ですね。なるほど、ボディーワークにもちょっと影響があるということですね。これが、右のフロントの映像になります。これがこちら左ですね、こちらですね。あ、だいぶ壊れてますね。で、ですね、はい、でそのまあ右側のタイヤが少し空気が抜けてきていたという状況で、まあ、関口が戻って本山がコックピットに収まっています。タイヤ変えます。まあ、大体半分ぐらいだったんですかね、関口のスティック。本当だ。まあ、今おっしゃったようにちょうどもう折り返しに差し掛かっているので、そのハンデはなかったですよね。はい、ただこういう状況だったんで、まあ、さすがのなんか本山もちょっとこう少し前に流行ったと言いましょうかね。そうですね、珍しい光景でしたね。いやですよね、あんまり見られないシーンだったんじゃないかと思いますが、はい、まあ、でも今のはねしょうがないじゃないですか。流れ的にエアジャッキのノズルを外す行為とスタートのタイミングっていうのが合ってるんで、ああ、 それが外れなかったからああいうふうにちょっとなったと。そう見えたわけですね。はい、でもあれで逆に止められてる本山選手も大したもんだと思います。ああ、なるほど。はい、もうスタートのスイッチが入ってますから、はい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 、それでもずっと止めるでしょう。あの辺はベテランだと思いますけど、まあ、だとすると、まあ、私なんかの素人目にはちょっとそう流行ったように見えましたけども、実は冷静であったというね。すごい冷静だと思います。はい、さてさて、これはでも心理戦でもうなんだかそうですね、もうでもあと数周でしょうね。あ、本当にこういうバトルに出くわします。あ、入った、入りましたね。リアルタイムで無線が聞きたくなるようなバトルを二人はやりました。さあ、出口で次の出口が楽しみですね。あの出口というのはこの両方がピット入った時にどっちが前に出るか、はい、そうですね。で、まず伊沢が入って小暮が出ていくレイブリック、まあ、あとは注目はアウトラップ。そうですね、もうモニターで見てるでしょうから、同じような失敗はないと思いますが、小暮がコックピットに収まります。ダブルエース。さあ、当然4本交換ですよね。ですね。さあ、そして GT300 では5番手を走ってました、はい、グッドスマイルレーシング初音ミク BMW Z4 が入ってまいりました。それから、あ、BRZ が入りました。スバルが入ってきました。スバル、BRZ が9番手、10番手ぐらいを走ってました。さあ、ここでは行きます。いやー、空転もいいな。やっぱりなかなか前出てかないですね。そうですね、よっぽど食わないんですね。その小暮のレイブリックがコースに復帰していきます。これは入った直後は後ろからは何も来ない状況です。慎重にマシンをコースに入れました。やっぱり慎重に行ってますよね。すごい慎重に、本当に慎重だ。これあの結構いっぱいいっぱいなんだと思いますよ。ね、フラフラしてますもんね。ここでも空いてるところでよかったですね。よかったですね。あの、はい、早い車の流れに乗っちゃうと飛び出しちゃいますよ。ですよね。はい、これですから由良さん、今おっしゃったアウトラップ入る時の運も結構ありますね。まあ、これも割と空いてると言いましょうか、そんなに混雑はしてない状況で Z4 がコースに入ります。さあ、後半はドリフトの名手の一人でもあります谷口が入ってきました。そしてインパルです。これでどこに出るかですね。さて、先ほど伊沢と小暮が37秒4というタイヤ交換、まあ、ピット作業になります。直後に入ってきた、順位を争っていました、4番手を争っていましたインパル。今混雑している状況で BRZ コースイン、こちらの方はすんなり曲がってコースに復帰しました。やっぱりピットストップ早いですね。もう出てきたのかっていう感じですね。さあ、そしてイン
タルの方はまだ給油を行っていて、タイヤを今フロント変えてますね。はい、変えてますね。今34、さあ、いった、 36.4、 1秒ぐらい早く前に出られるか。インパル、インパルです。さあ JP オリベイラ、これでオリベイラがここで入りました。来てません、ね、小暮はどこだ。まだ来てないです。今来た、今来ました、ね、今来た、今来た。これすごい差になりましたね。結構差がつきました。え、でもこれまだ温まってないです。なかなか、あー、やっぱりほらアウトラップ難しいんです。今日は笑っちゃいけないですけど、言ってる通りになっちゃいますね。 JP オリベイラやっぱりちょっとはみ出た。これはアウトラップ間に合うか。はい、遅いですから。だから小暮が遅かったらしょうがないんですよ、これ、ね、はい、これ、ま、いやいやいや、これは間に合うかもしれないですね。見る、来た、小暮が差を詰めてきました。そしてこちらは塚越にドライバーが変わります。景品、あー、あー、もう早くも、あと、と、まさにあっという間、まさにあっという間。これは本当に温まんないですね、タイヤ。そうですね。2013年開幕戦の綾はアウトラップ、路面が非常にシビアです。いやー、しかしながらこれ、そうですね、あの、この柳田選手なんか見てるから、はいはい、これは気をつけないといかんと思ってるんでしょうね。まあ、今日に関しては後から入る車両の方がインフォメーションがあって、それを活かせるという状況です。さて塚越が入ります。ちょっとでも後ろから300、500ともども続々と来ている状況で、今景品の塚越が入りました。下村さん、はい、どうぞ。今先ほどその福山さんが言われたようにですね、ピットでタイヤ変えて出てくときにですね、トラクションかけるんですけど、氷の、まるで氷の上にいるみたいに全然ですね、タイヤが空転しちゃって前に進まないような状態。今路面がかなりですね、もう冷えてる状況で、タイヤなんかは全然凍ってきた状態ではもう全然温まってないですね。いやー、ですからそれはもう名ドライバーたちにとっても非常に厄介な。そうですね、いつも以上に加速していかないですもんね、ピットアウトがね。まさにコントロールするのが難しい今日の路面になっています。さて山本直樹は、由良さん、はい、頑張ったんじゃないですか。いや、相当頑張りました、ね、素晴らしいですよ。山本、そしてフランス人のフレデリック・マコビッキーのコンビです。まあ、名前が長いんで、フレッドないしはマコでいいと、はい、言ってくれてるそうなんですが、なるべくマコビッキーで我々はやりましょう。はい、そうですね、マコビッキーでいきましょう。そのマコビッキーがセカンドスティントコクピットに収まりました。タイヤを変えます。ミシュランタイヤはどうなんでしょうね、更新ラップね。ちょっと見ましょうね、はい、やっぱ進んでからですよね。まあ、本当にピットの高橋史郎さんから情報があったように、氷の上を走っているようだというこのアウトラップ。先ほどの塚越もまあ本当にびっくりするほど慎重にマシンを動かしました。そしてフレデリック・マコビッキー、さあ後ろから来ますよ。小暮君がストレート1本、これも慎重に行きます。相当慎重に行きます、はい、トップ入りました。 GTR モチュールオーテックが入りました。ニスのピットイン、まあ、だいたいここまで500の車両は35秒から7秒ぐらいのピット作業だったと記憶をしています。そしてこのニスモ、ピットワークには定評のあるニスモ。さあロニー・クインタレッリが帰ってきます。セカンドスティント柳田、まずはロニーもいい仕事しましたね、これで ね、 ですね。安定感抜群でした、ロニー・クインタレッリ。そして、まあ、このタイミングでちょっと補足してご紹介しておきますと、中島レーシングとレイトボーラが接触しましたが、でそのレイトボーラの接触に対してペナルティがどうやら出たようです。ヒットスルーですね、やっぱ関口選手ちょっと、ね、元山君の冷静さをまた保ち続けられるんでしょうか、はい、さてこれで景品のですね、塚越がレイブリックと、あ、入れ替わってますね。入れ替わったんですか。あ、入れ替わったんですか、はい、さて柳田いった、あ、うまく出てきますね。あ、後ろから何台か来ている状況なんですが、柳田コースイン、まずはしっかり曲げたい。相当慎重にいきます。相当慎重にいきます。ちょっとこわごわですよね。早くこの一周が終わってくれないと、はい、あんまり慎重にいってるとまた温まらないですからね。かなり勇敢にも行かなきゃいけないし。小暮が現在7番手です。
これ事実上の2番手ということですよね。ですね、ですね、はい。どうでしょう、ニスモに追いつくんでしょうか。ファーストスティント伊沢、まあ、そしてセカンドスティント小暮、まあまあいい仕事できましたよね。ですね、まあ、タイトルが取れるコンビというよりも取りたいコンビ。さあニスモはどこだ、ニスモはどこだ、今行きましたね。さてこれで今レイブリックが裏のストレートからヘアピンにかかっていきます。さて、あ、ここか、柳田がここに行きました。あ、これは大丈夫そうです ね、 そうですね、セーフティーリードですね今のところは、はい、これですから後半のセクターに今入って、この後ダブルヘアピンということになります。これで、まあ、タイヤが大体もあったもんで、ね、そうでしょうね。これでもどうですかね、もう GTR は福山さん、タイヤの熱の入りは割と早い感じですか。そうですね、ややいいようですね、ミシュランがね。あのピットから出ていくところの時の風天もやや少ないですから、はい、そして300の GTR がコースに復帰します。3号車 S ロード GTR です。気温も路面もちょっと下がってきました。路面がスタート地点から3度下がって18度、気温も3度下がって8度という決勝レース中盤です。あ、どんどん抜かれちゃう。あ、 BRZ にも行かれましたね今ね。モチュール来ました、柳田です、まあ、これが事実上のトップ。この後ろにいつ来るかですね。あ、やっぱりニスモのピット早かったんだな、全然楽勝ですね。ニスモがラポルシェも行った29秒という手元の計算です。29秒ですか、39秒ですか、はい、あ、じゃあ、まあ、数字はあまり変わってはないんですが、はい、だそう考えますとやっぱりあの福山さんおっしゃったように、あのアウトラップの出来といいましょうか、はい、タイヤへの熱の入りなんかがここは良かったという言い方できないでしょうかね。だと思いますね、これだけの差を保ってますから ね、 ね、もうむしろあのピットインする時よりも広がってますから。これが2番手でしょ事実上ね。はい、そうですね、はい、さてさて、タイヤ変えてない、まあ、ピットに入ってないのが後ろの2台です。 ARTA それから Z セルモですから、事実上のトップが現在3番手のモチュール GTR、 それからウィダーが、これ2番手か、あ、ウィダー2番手だ、あ、間にいるんですね、間にいます。ウィダー、あー、フレデリック・マコビッキー、これもミシュランですね。ですね、事実上の2番手です。アウトラップの妙だな。ですからこのマコビッキーの後ろに小暮です。そういうことですね、さて小暮はですからこの前に行くためにはフルスを抜かなきゃいけないという状況です。小暮と入れ替わる形でドームに入った山本がファーストスティント担当、セカンドスティントフランス人のフレデリック・マコビッキー、そのマコビッキーが現在事実上の2番手です。小暮がちらっと後ろが見えました。これで今確認しましょう。マコビッキーがアトウッドカーブを曲がっていきます。モチュール GTR との差が少し詰まって 4.2 秒、これが事実上のトップです。柳田、モチュール GTR がいて間に3台挟んで、その後ろにウィダー・モデューロ、フレデリック・マコビッキー、さらにその後ろから小暮が来ていますが、小暮がどこだ、今ここに来ましたね、カーブ一つ分ぐらい、随分と接近している状況です。これがバトルになるのか、それとも、まあ、マシンポテンシャル3車ほぼイーブンで、まあ、こんな感じのまま進んでいくのか。そうですね、まあ、あのマコビッキーが、まあ、FIA GT1 やってましたけれども、はいはい、日本のこの GT300 とのそのパスの試合っていうんですかね、その辺がこう慣れてないですから、そこら辺にミスが生まれなければっていうところ心配はありますよね、はい、まあ、ロシターは結構暴れてましたんで、ね、そうでしたね、だいぶ血気下がって、はい、盛んでしたからね。そうですね、まあ、でもなかなか良さそうですよ。ナコビッキが来て、そして小暮という状況です。これはちょっと後半面白くなってきそうですね。そうですね、今のところマコビッキーの方が柳田君よりタイムいいですもんね、はい、まだ34周レースは残っている状況です。こちらがレイブリックに移りました小暮隆です。まあ、本人も、まあ、このスタート前のインタビューでも言っていたように移籍を聞いて自分でも相当びっくりをしたという、そういう今シーズンのラインナップ変更です。
300のトップを確認しましょう。ゲイナー・ディクセル SLS、 これビヨンビルドハイムはまだファーストスティントのまま、ね、はい、入ってないんで、これ相当このマシン燃費もいいの で、はい、そうですね、今シーズンのかなり有望株になる可能性ありますね。 FIA 勢はやっぱりみんな燃費がちょっと厳しいんですけど、はいはい、このマシンは相当いいですね。まだ走ってますから ね、 そうですね。で2番手も、レオンのやはり、ね、62号車ですね、はい、62号車メルセデスですよね、はいはい、でそれも入ってません。3番手もそうですか、はい、3番手もそうでしょ、ベンツでしょ今。いや3番手はベンツでしょ、あベンツですか、でしょ、はい、そうですね、はい、なるほどね。これはちょっと300のレースを大きくこう今シーズンは印象付けるレースになりますね、はい、上位3台、ベンツでそれが共にファーストスティントを引っ張れているという状況です。はい、ピットどうぞ。はい、こちら、11号車なんですが、平中選手がですねヘルメットを装着して準備は整っているんですが、まだピットの方タイヤを出すような動きはありません。さてレオンが入って、それからその後ろルーニースポーツのベンツ2台、これが入ってきました。田中選手の方が入ってきました ね、はいはい、これですから2番手3番手同時ですね。そうですね、あのトップの11号車のビルドハイムのタイムがピットアウトしてた谷口君あたりとも変わらないんですね。30秒台で、まだ30秒台で走ってますんで、ちょっとダンロップタイヤ今年面白いですね。そうですね、はい、これがダンロップタイヤとベンツのコラボレーションとなります。まだ入りませんね、まあ、今入れないですけどね、はい、今入ってますからね、はい、ちょっと混んでますからね。でベンツ2台が同時に入りました、まあ、今回は由良さん、あのメルセデス5台エントリー、はい、これ結構注目ですね、うん、やはりみんなチームがやっぱり吟味して、なんどのマシンにしようか、要するにあーとポルシェ、あディフェンディングチャンピオン、コースオフヘアピンです。ヘアピン、相手は3号車ですね。 GTR じゃなかったですか。ミネオがここでちょっとスピンをしました。ちょっとアクセルターンで回れないか。これでなんとか曲がろうとしますが、後ろからランボルギーニが来ました。まだちょっと後ろ向きのままです、ミネオ。怖いですね。これバックするつもりですかね。ちょっとやっぱリアタイヤが太いんで、うまくアクセルターンが決まらなかったんですね。10号車の方はまだ作業が終わらないんですが、62号車のレオン SLS の方はコースに復帰しました。レオンさん、はいはい、どうぞ。10号車はですね、ガルウィング、右側のガルウィングのヒンジがですね壊れちゃったみたいですね。じゃあ閉まんないってことですか。閉まりません、閉まりません。そんなトラブルが起きました。あーこれだ、考えられないですね、こんなことあるんだ。あードア閉まらない。あー俺ドア外れました、外れました。これはまずいぞ。ルーニースポーツ10号車、まあ、ベンツは燃費考えると上位の可能性、11号車が入るんで、これ15号車早く排除しないとダメですね。まあ、これもガレージ入れるみたいですね、下に。いやーちょっとこれはゲイナーチームトラブル発生。あー来た、来ちゃった、来ちゃった。うわ困ったぞこれ。これ3号車も先ほどちょっとトラブル起こしてるんでペース上がんない、突っかえてますね。さあ GTR の3号車、それから11号車のゲイナーディクセル、11号車がもうイライラしてますね。ちょっとピットロードが遅いんで、ようやく入ったんですが、今ようやくギリギリだ、ギリギリだ、ギリギリだ、セーフです、セーフ。ガルウィングってこういう落とし穴があるんだ。なんか力が入っちゃったんでしょうね、ゲット。そうですね。さてこれで今休養を行っています。ただまあ、放送席、由良さん、福山さんのお話ですと、まあ、燃費を考えると、うん、これはもう相当、相当有利、ね、有利ということですね。先ほどはですから同じ今空いている側のドライバー側の、扉が壊れたという10号車、ルーニースポーツ、これはですからマシンをガレージに入れました。長いですね、でも長いですね、長いですね。さあリアタイヤ変えて、これで4本交換、もう優に1分近くピット作業かかろうとしています。ようやくリアのタイヤのナットを締めます。1分3秒、平中がコースに入ります。かつての国際 F3000 のチャンピオンビルドハイムと、まあ、日本フォーミュラー日本でも速さを見せました、まあ、平中克之のコンビが実現しました。
まあ、燃費の良さ、それからレース中盤にかけてのアベレージラップの速さなんかを考えますと、それでいて福山さん、このコンビなんで、そうですね、11号車、これちょっと相当楽しみですね。そうですね、インラップも速いですよ、コースインラップもね、はいはい、でも来てますよ、ここに。これが、2番手ですね。2番手ですね、はい、さて2番手谷口どこまで追いつくかな。この少し前にアウトラップのゲイナーディクセルベンツがいます。 SLS もうピットから無線で行けってね。そうですね、はい、11号車アウトラップって言ってると思います。そうですね、今だって言ってるでしょうね、トップはここ。なかなかしかしダンロップの温まりは良さそうに見えますよ。ダンロップベンツここでヘアピン通過、なかなかいい、そうですね、はい、早いですね、早いですね。ゆっくりこの辺りからまだ来ない、ようやく来た、あ、まだ来ない、もう行きました。あ、はい、今ここにいますね、はい、これで今 BMW がこの位置で今何秒、8秒の差になります。セクター1で8秒、でこれでセクター2でアウトラップのゲイナー SLS に対して 5.6 まで差を詰めました谷口。なかなかいいですね、温まりもいい、よく持ちもよく、温まりもいいんですか。なかなか良さそうですよね、ダンロップタイヤね。最終コーナーを立ち上がってきました。さて問題は Z の位置今振ってますけどね、はい、でもそれでも十分グリップしてましたよね、はいはい、ここに Z4 が来ます。さてホームストレートでの差を確認しましょう。 5.0 秒ですか。まあ、ですから9秒ぐらいから5秒というところで差が詰まりました。スーパーバイザーの片山右京さんです。こちらはビヨンビルドハイム、ゲイナー・ディクセルファーストスティントを担当しました。これで 5.02 秒の差から、こっからはむしろ福山さん、はい、このベンツはですねペース上げていけると見ていいんでしょうか。そうですね、このフレッシュタイヤのいいところ分だけ少し引き離していくと思われますけれどもね、はい。まあ、対する後ろの Z4 谷口がどこまで、まあ、粘れるか迫れるか、まあ、Z4 はいい仕事してますよね、はい、ここで2番手にいるっていうことは、ここにいます。マシンとしてはちょっとハンディキャップあるはずなんですが、はい、まあ、タイトル奪還を目指します。この2013年シーズンのスーパー GT300 クラスの初音ミク BMW Z4 です。もうこの賑やかな初音ミクカラーは GT のおなじみになりました。 GT500 も GT300 もそれぞれトップと2位が5秒差という状況ですね。この2位がこの位置です。初音ミク BMW グッドスマイルレーシング谷口がですからこの後、まあ、差を詰められるのか、まあ、2番手キープがいっぱいなのか、ちょっとまずこのアウトラップを終えた後のベンツに対してどうかも確認しておきたいと思います。 5.9 なんてやっぱ広がったか。そうですね、これ早いですよ。1秒広がりましたね、はい、計測最初から1秒早いですね。やっぱこれはものすごいポテンシャルですね。それから画面でご紹介しているようにキーパートムスにドライブスルーペナルティが出ました。これはピットの作業違反によるドライブスルーペナルティです。もったいないですね。さて画面は GT500 のトップです。モジュール GTR 柳田がいて2番手フレデリック・マコビッキーとの差は 5.5 秒です。さてそしてこれが BRZ が、はい、ようやく前へ出ましたけれども、はい、ストレートどうでしょうね。 BRZ が52号車のベンツの前に出たという状況です。佐々木浩太がこれで順位を上げて5番手に上がってきました。佐々木浩太5番手、その後ろに52号車沖縄 SLS です。後ろはたけし君ですかね。たけしですね、そうですね、土屋たけしです。土屋たけし君ですね、はい、52号車はファーストスティント竹内、セカンドスティント土屋です。画面後ろ側のベンツです。まあ、大ベテランの竹内とそしてまあテクニシャンのこの土屋たけしのコンビになります。竹竹コンビですね。ですね、はい。これは33と87が3番手の争いです。ここにこれでどこだ、ちょっと確認しましょう。37はピット入らなきゃいけないですね、はいはい、そしてルマンがいて、でこれがですね87と白いハンコックが争っているという状況です。そうですね、そうですね、これガルイが直ったんですね。で戻った10号車、これはですから順位の争いはしておりません。
前のランボルギーニ、それからその後ろのハンコックポルシェの争いです。3位争いということですかね。吉本、そして藤井です。前が吉本、後ろが藤井というこの GT300 の3番手争い、藤井智信です。ご覧のようにストレート、ルーニー・ディクセル SLS をすぐにはやっぱり抜けません、ハンコック・ポルシェ。ちょっともう遅れてるんで譲ってほしいところですよね。あ、譲ってくれましたね。はい、これでようやく前に出られました。改めてバトルをこうに持ち込みたいという後ろから行きます藤井です。さて画面戻って、これが GT500 のトップです。柳田正隆、現在のペースが25秒の中盤です。24秒台で小暮塚越のホンダ勢がペースを上げてはいますが、ご覧のように柳田は24秒台がたまに出つつ25の中盤を走っています。遅くはないですからね。フレデリック・マコビッキー、この人もほぼ同じペースです。今の周回はでもちょっとペースが落ちました。後ろから小暮君の方がペースがちょっといいんですか。小暮はいいと思いますね。はい、ちょっと画面上も大きくなってますね、後ろの姿が。このマコビッキーと小暮の差が 2.4 秒の差になります。ホームストレート 26.3 秒で最後の周回を回りましたマコビッキー。ここに小暮が来ました。その後ろから塚越が来ています。ひょっとするとマコビッキーがやはり GT300 の勝利にちょっと手間取るのかもしれないですね。そこはやっぱり GT 初参戦のドライバーにとっては福山さん、難しさがありますね。そうですよね。前がマコビッキーです。しかし今回のこの HSV の好調さを見るとですね、はい、ニスモの、まあ、この布陣の変更というのは大成功かもしれないですよね。非常に1台 GTR でこう先導してるじゃないですか、はい、なかなかいい形のシーズンの開幕ですよね。なるほど、東大のいいものを全部集めたという状況ですね、はい、ですから GTR の後ろは3台ホンダが続いて、ようやくその後ろに立川雄二のレクサス SC が続くという状況です。自然での状況ではですね、みんな SC 林っていうのがもっぱらのパドックで聞かれてた、なんて言うんでしょう、シーズンオフトレーニングだったんですが、はい、開幕してみたら SC は結構苦戦してますね。まあ、それを裏付けるここまでの流れです。まあ、予選がドライで行われてたらどうなったか分からないですけれども、後方に進みましたからね、はい、SC 勢がね。さて塚越光大がこのマシンになりますが、前にいる小暮と 5.3 秒の差です。ペースはこんな感じ、まあ、25中盤から24の後半ぐらいが出ています。まあ、この辺は上位は割と、まあ、力はそんなに差がないと言いましょうか、まあ、どのマシンが急に来そうだという感じじゃないんだと思いますが、これ SC 勢のトップがここですね。で立川は、まあ、去年のこのサーキットのヒーローだったドライバーなんですが、今の先ほどのペースで立川が 25.5 です。まあ、この人は福山さん、はい、やっぱりコンスタントですね。来ますね振り向けば立川っていう感じですね。で立川が塚越との差が2秒です。結構差がないん、うん、来てるんですよ結構ね、この差ですね。はい、もう今ミスなくこうちょっとずつちょっとずつ削っていってるところでしょうね。そうですね、はい、だから終盤最後の頃にはもうまずいぞこれっていうぐらいのところまで来るんじゃないですか。はい、はい、そして6番手にデンソーコベルコ SC です。セカンドスティント脇坂11位で、タイヤの話を再三してきましたが、由良さん、はい、ここがデスクからミシュランからブリヂストンに変えました。はい、まあ、そのブリヂストンに変わった SC 脇坂11は現在6番手、まあ、永遠のライバル立川雄二を追っているという状況です。んワイパーが動くぞ。 GTR、HSV、HSV、HSV ときて SC というトップ6です。まあ、ですからこれでもインパルが中盤にかけてレイブリックと上位争いをしていたんですが、今 JP が7番手にいるということは、間に立川と脇坂11が割って入ってきたということになります。そうですね、コースインアウトラップでちょっと JP がもたつきましたからね。で福山さん来ました。あー来た、小暮です。来ましたね。来ました、結構短時間で来ましたね。ほら来た、小暮が来ました。前は GT 初参戦のフランス人フレデリック・マコビッキー。
なんかまだ小暮が来ましたというと前の方の車かなと思っちゃいますが、後ろ側の車ですよね。古巣に対して小暮がプッシュアップ、もう捉えられそうなところまで来ました。これ差を詰めたのは、まあ、この56周目のペース見ると福山さん、はい、300もちょっと間絡んでますか。そうですね、28秒っていうのはフレデリック遅すぎますので、ですよね、はい、ちょっと処理に戸惑ったんでしょうね。これからね、まだ来る、これからまた混みますから、ね、この先は。そうですね、今これこの前に結構ね300詰まってるんです。これで300が2台いるでしょ。で、小暮が差をご覧のようにまだ2台300が前にいます。これをですから見据えながら、まあ、順位を2番手という順位を守るためには、まあ、初参戦のこのフランス人にとって GT300 を有効に処理しながら、なおかつ自分の速さも保つという、そうですね、難しいタスクが強いられます。先ほどのストレートエンド第1コーナーのブレーキングも予選並みのブレーキングやってましたよ、マコビッキーね。そのマコビッキーの後ろからチーム変わって新規一転、今シーズンにかける小暮が来ました。ここに小暮がいます。うまいな、やっぱりこれで今アストンマーチンをさらっとかわしていって、さあマコビッキーとの勝負に持っていきます。ホンダ同士3手ぐらい先読んでますよね、やっぱね。クロスラインは上手に使ってますよね、はい、でその福山さんおっしゃった3手ぐらい先まで見据えてレースをマネージメントするのはやっぱり経験必要ですよね。そうですね、やっぱり匂いなんですよね前の車の動きですとかね、やっぱり乗ってるドライバーのこともよく分かってますから。でその経験のないマコビッキーをこの小暮が追って差を詰めてきています。注目はこのホームストレート、ウィダーモデューロ、マコビッキーが行ってレイブリックの小暮が来ました。差が今行って 1.3 秒、まだ 1.3 秒です。そしてこちらは現在300のトップ、平中のゲイナーディクセル SLS です。平中は2番手の初音ミク BMW との差は15秒という大差をつけています。いやしかし由良さん、はい、これ強いですね。強いですね。32秒台で先ほどの周回を走ったんですが、まあ、本当に燃費もいい、アベレージもいい、まあ、一発もある、3拍子揃ってます。そして谷口のグッドスマイルレーシング初音ミク BMW がここに来ました。10周の間に毎秒1秒ぐらいやられちゃったんですね、Z4 がね、はい、平中君のペースがすごくいいっていうことですね。いいですね、本当に安定して速いですね、はい、でこれが3番手争いです。4番手にこの藤井、前に吉本のランボルギーニです。吉本選手もこうしのいでいるというか、しっかり走ってますね。そうですね、はい、もう藤井君もついていくのがいっぱいですね、今のところ。これ1秒台になるかならないかぐらいの、取り合いと言いましょうか、接近しきらないけど近いところにいるという、まあ、心理戦を吉本と藤井はやってます。こちらもやっぱり500がどう絡むかですよね。今その500がスッと入ってきましたが、はい、これはロスなかったと思います、はい、今言ったのはレイトボーラの本山です。本山は現在12番手です。ちょっとところどころカメラにやっぱり水滴が当たり出してますね、はい、ご覧のようにこの受けのカメラは水滴がついてるんですが、これがでもこのぐらいの水滴で、はい、まだ大丈夫ですね。大丈夫ですね、はい、まだ大丈夫ですね。石村さん、はい、どうぞ。こちらピットレベルでも雨を少しずつ数滴ですが感じるようになってきています。そして第一コーナー側には黒い雲が覆われているので、それが移動してきた時また雨が降るのではないか、どうだろうといった感じです。確かに1コーナー側がちょっと暗いんですよね。あ、こっち降ってるんだな結構。これ 1コーナーから先ですから、あと音とかですね、はい、一番北側ですよね、まあ、ですから西側ですね、はい、ごめんなさい。今のピットからの情報ですと、あの辺のゾーンから上空暗いですよという話だったんですが、ワイパー動いてます、はい、でインパルが現在7番手、前に11です。あ、 JP です。 JP がデンソーコベルコ11との差を詰めてきました。 JP オリベイラです。まあ、日産勢の中でこのカルソニックインパルが唯一ブリヂストンタイヤを履いています。まあ、そしてちょっとタイトル争いからはここ数年縁が遠くなっている星野インパル、まあ、そろそろきっちり結果出さないと監督の首も危ういからねというふうにシーズン前には星野監督コメントしていました
まあ、それだけ松田 JP という2人ともフォーミュラ日本のチャンピオンを取ったコンビをこのチームは用意してますんで、ね、福山さんタイトル欲しいですよね。ちょっとラップタイム落ちてきましたか。そうですね、ちょっと落ちましたね。あ、1秒から2秒ぐらい落ちてきましたね。その要因は福山さんどこに見ますか。やはりあのアートウッドあたりからのちょっとコースコンディション ね、はい、雨粒だと思いますね。まだ20周残っています。こちらは BRZ です。現在5番手 GT300 はこの JAF GT のスバル BRZ が2013年、まあ、節目の20年目のシーズンの最初のポールシッターとなりました。しかしながら序盤はちょっと決勝レース難しさがあって現在5番手キープ精一杯。やっぱり今シーズンもこの JAF GT 勢最速の BRZ の前に4台 FIA がいるという構図なんですね、はい、やっぱりスタート直後に何台か抜かれてしまいますんでね、ストレートスピードでね、昨年ほど負けてはいませんがやはりちょっとストレート負けてますんで、はい、まあ、でも今年はちょっと、まあ、今年という目で見たら十分、はいはい、あの上がってくる、そうですね、秘めてると思いますので期待はしたいですよ ね、はい、で FIA 勢もみんな怖いは怖いんですが、まあ、JAF 勢にとってじゃあ FIA 勢でどこが一番怖いというと由良さんやっぱりベンツなんですかね。そうですね、ベンツが怖いですね、はい、こんなに燃費がいいっていうのも分かるとですね、そして安定してますよね、ものすごく。そうですね、まあ、それでもこの BRZ にはぜひなるべく上に行ってほしいと思います。さてゼントセルノが来ました。これが5番手、その後ろからもう1台のベンツが来ています。このベンツ52号車土屋武史が現在6番手です。先ほどの、佐々木浩太との差が8秒差があります。ご覧のように裏のストレートに入ってきました。このベンツは白ベースのカラーリングになります。32秒の中盤から前半を土屋はこの数周で刻んでいます。そうですね、悪くないですよね、はい、あのコースインして直後に、BRZ との攻防で少し失速しましたけどね、はい、今すごくいいペースで走ってますね。さてレースはそれでもまだ20周近く残っています。この52号車の後ろまたベンツですか。これは62号車の姿が見えるようです。さて柳田正孝現在3秒に離してトップキープ。どうでしょう由良さん、このコンビ今年も隙があんまり見えません。そうですね、はい、あの全然慌てることなく淡々とペース刻んでるんで、はい、まあなかなかいいんじゃないですか。ですね、はい、その後ろに今これ塚越が現在4番手なんですが、塚越と小暮の差が 1.5 秒。この2台です、青の2台間に景品も来ましたね、ウェッツとそれから300挟んでますが、これですからマコビッキー、小暮、そして塚越、この3台のホンダの争い2番手争いです。ここにマコビッキー、これちょっとパラパラと雨でも少し降ったらもうこれトップグループ団子になる可能性もありますね、またね、はい、やはりトップ走ってる人ほど慎重になりますからね、雨なんかで足すくわれて台無しにはしたくありませんから、後ろはイケイケになってますんで、小暮と塚越の差はみるみる詰まっている状況です。来ましたね、マコビッキーとももう、あ、ここで詰まった、300が間に入ったんで詰まった詰まった。さあ小暮がマコビッキーを捉えようとしています。思い切って手を伸ばせばそのウィングが掴めそうな位置まで小暮が差を詰めてきた。あ、これチャンス、小暮が差を詰めてきた、チャンスだ、逃げられるか、新規参戦のこのフランス人、逃げるマコビッキー、追う小暮隆、マコビッキー逃げる、マコビッキー逃げる、逃げます逃げます。意外にストレート伸びませんでしたね、小暮君が仕切り直して小暮がここで背中を捉えます。これを見ている塚越がどう牽制してくるか。この2台仕様が違うんですよ。あの小暮選手はリアエンドのセンターにエキゾーストから去年と同じ、そうですね、はい、そしてこのレイブリックの方はですね、はいはい、あのサイドのフェンダーのフロントフェンダーの横にエキゾーストがあるんですね。本当にエキゾーストが短いタイプですね、はい、ですからそうです、あの今年の仕様違いということでまだ統一されてないこう仕様があるんですね。エンジンの、まあ、仕様も含めてちょっと違うところが面白いですね。この前の2台です、マコビッキー、そして小暮、その後ろに、はい、あそこエキゾースト見えますよね、前傾の400の、はい、はいはいはい、はい、マコビッキーの方は後ろテールエンドのセンターにある、はい、
まあ、この仕様の差は井田さん走りにどのぐらい出るんですか。いやちょっとわからないですけれども、この辺はホンダの技術の方からのなんて言うんでしょうものなので、何が違うってことはやっぱ語ってはくれない。なるほどね。ただこういう仕様が今まだ2種類あるんだというところですよね。でその2台が接近しました。大きくデータに出るほどではないでしょうが、ちょっとこの様子を見てここ見てみましょうか。ストレートは後方排気の方が速いような感じがしますね。前、どうなんでしょう。さあ小暮が牽制します。あ早い、マコビッキー早いでしょうか。早いですね、マコビッキーストレートで小暮の追撃を許さずに抑えます。後ろに噴射すると水力になったりして、ね、ああそれもありますね。それはほとんどないと思います。今ちょっと冗談ですけど、はいはい、このですから今の感激で塚越の方もちょっと小暮との差を詰めて、小暮は後ろの塚越の気配も気にしながら前のマコビッキーをどう捉えるかという3台のホンダ来ました。ホンダの仁義なき戦いです。今のでも小暮君の方がいいんですがね、これで追いついていくかいかないか。このストレート裏ではちょっと景品との差を前の2台が広げたんですが、うーん今のアトウッドの出なんかは小暮君の方がはるかに良かったんですが、どうするか小暮。今のヘアピンの進入も相当小暮選手の方が早く、そうですね、余裕を残したんですけど、これどうでしょうね、はい、ダブルヘアピンにかけてのここで案外なんてことが、これで小暮がちょっとマコビッキーを牽制しながらどう入っていくか。去年はねここで山本直樹が立川を抜いてびっくりさせましたけども、そう次の週あたり面白いかもしれないですね。これまたこう長くやってるとこの才能の高いドライバーって相手の動きで、あもうちょっとこうやっていけるのかって学んじゃうんですよね。マコビッキーが学んじゃう可能性もありますんで、早く料理しないといけませんね。ちょっとだけ前に300詰まったでしょうか。それを見て小暮が捉えた、うん、小暮がついた、入れるか、マコビッキーが逃げます。それを見ながら景品塚越もブレーキング勝負で、あっとこれならホンダ同士ちょっと接触した、ちょっと見えてなかったねマコビッキーが、ちょっとねクロスラインでうまくいったんですけどね、はい、これで小暮が行こうとしますが、ね、マコビッキーが締める、ちょっともう無駄なところで行かない方がいい、危ないですね。これを見た、お景品塚越どうすか、アトウッドねじ込むか、あ危ない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 、これ後ろちょんと触られても回っちゃいますからね。そうですね、かつてはスゴーでギリギリの優勝争いをしました小暮と塚越、この2台がまたなんと接触すれすれ、おっかないなこれ。そうです ねちょっと行き場所を小暮君しっかり決めといた方がいいですね。第2ヘアピンの入り口ですとかね、同士打ちだけは禁物。ただね後ろから、ね、景品が来てるんで、自分がこう好きなように相手を狙えないっていう、これそれも、はい、ところもありますよね、はい、そうですね、ここにすべきなんですよね。ここはまあインサイドブロックだわな、そりゃ。それで、塚越は少し、塚越も相当スイッチ入ってます。そうです、これかなりね、小暮選手がいいクロスラインを狙うと塚越がそこに入ってくるんで、はいはいはい、その懐も開けられないし、そうですね、辛いところですね、これ、はい、争いは、まあ、マッチアップではなく、この、まあ、3組という状況です。そうですね、塚越選手は一度に2台抜きまで狙ってるでしょうからね。そうですね、ちょっと GT300 も出てこないので、本当にもうガチンコ勝負になってますね、ここは、はいはい、これでも福山さん、はい、初参戦のマコビッキー、なかなかやりませんか、この人。やりますね、しかもたとえ後ろからといえどね、やはり学んじゃいますから、はいはい、なるほど、そこからこうやっていけるのかっていうようなことをね、やっぱり身につけちゃいますのでね、はいはい、先ほどおっしゃった部分ですね、はい、そのマコビッキーを料理するのに小暮も、そして塚越も、まあ、簡単ではない状況になります。まあ、同じホンダ同士、同じ HSV 同士ではあるんですが、さてこれでトップのモチュール GTR 柳田は 4.9 秒差のトップ、マコビッキー、小暮、そして塚越。小暮君ここ追いつくんですけど、この2つは我慢しといて、はいはい、あちょっと追いつかなかったかな、ここ2つは我慢して次のダブルフェアピンの入り口が僕一番いいように思うんですがね、この先ですね、はい、先ほどから動きを見てるとね、ここで行けるようにちょっと仕組んでくるといいと思うんですが、今少し車間が空いてます。そうでしたね、はい、ストレートエンドのヘアピンから追いついて追いついて追いついて、あそこが一番いいと思いますね。ダブルヘアピンを立ち上がりました。ここでちょっと差が詰まりました、小暮とマコビッキー。景品塚越も差を詰めてきます。ちょっとこの両三者の差は落ち着きました。これ柳田君も全然安泰じゃないんですね、これね。そうですね、3台いますからね、はい、ワンミスで
3.6 で4位に落ちちゃいますよね。 3.6 秒後方に接触すれすれのホンダの3台の2番手争いがあります。さてさて、こちらはランボルギーニ対ポルシェの争いなんですが、こちらもね、ずっと変わらないですね。藤井君も食い下がってますね。ずっとこれ今、まあ画面上はここ5周のラップのディファーとマコビッキー、あとウッド回って交代。何が起きたか、ホンダ同士触れてないといいですけどね。そうですね、2番手走行中、ウィダーモデューロマコビッキー交代、小暮と塚越前に出ました。ちょっとブレーキがプアになってきたかな。順位入れ替わって2番手にレイブリック、3番手に景品です。マコビッキーはでもモコスには戻っていたように見えましたが、ね、はい、ただ気になるのは近いところから立川も来ていました。他者との接触でなければお腹を打った程度で済んでると思いますけどね、はい。さあ、そして小暮対塚越の争いです。まだレースは13周残っています。アトウッドカーブ、まあ、入り口か、これでちょっと確認できますね。あ、こんなに離れてますね。単独？単独だ。単独だ。まあ、この辺は少し前から情報が伝わっているように少し雨粒もあったかななんていう位置ではあるんですが、ずいぶん距離は空いてましたもんね。そうですね、みんな褒めすぎたんじゃないですか。本当ですね、まあ、間が空いて一瞬スッと気が抜けたか否か、まあ、ちょっとそのあたりは終わってみて本人の話を聞かないと分かりませんが、接触ではなく単独スピン、これによって前に出たのがこのホンダの青い2台です。前にレイブリック、後ろに景品。小暮と塚越の差が今コンマ2秒の差です。もう肉眼でトップも見えてますよね、この距離でしたらね、はい。ずっとマコビッキーをプッシュしていた小暮は今度は逆に塚越高台から追われる立場に変わりました。これでも小暮君もいい仕事してますね。はい。まだでも10周ちょっと残っています。塚越はちょっと詰めてきた。今ちょっと差を詰めた塚越がこの次の周どんな駆け引きをするか。はい、今あの飛び込み方で塚越君立ち上がり重視で小暮君のような走りでしたね。はいはい、ここにトップがいます。柳田すぐですよね、小暮、はい、ワンミスでひっくり返っちゃいますからね。全然柳田君も安泰じゃないです。おーっと、来た来た来た、藤井が詰めます。前吉本、これでも特性なんか考えると福山さんどうなんですか、直線はやっぱりポルシェが速いんですか。先ほどから見てるとほぼ同等ですね。同等ですね、はい、FIA はみんな速いんですよ、ね、ですね。リアタイヤがポルシェの方が太いんですかね、330ついてると思うんですね。それと BOP がこのレースが始まる寸前にちょっと変わって、ポルシェはもうちょっと速かったんですけど、はいはい、リストレクターがちょっと小さくなりました。それでストレートのスピードはちょっと鈍りましたよね。で、みんな揃ったのかなって感じですね。はい、これがポルシェ、後ろ側、前にランボルギーニです。まあ、しかし綺麗にちょっとポルシェの方が、はい、今ちょっと優位ですね。ちょっとね、だんだん曲がるのが辛そうになってきましたね、ランボルギーニ、吉本君は。はい、そうですね、ランボルギーニがですね、はいはいはい、前がランボルギーニです。これが現在3番手、ランボルギーニ対ポルシェスーパーカーによるこの表彰台をかけた3番手争いです。下ってきました、吉本が逃げます。表彰台は譲れません。まあ、吉本君も土俵際が強い男ですからね、これ ね、 そうですね、あっさりはいけないでしょう。その後ろから藤井智信、まあ、藤井も本当にめきめきと安定感を増して、おー、差を詰めたぞ、ね、こういうところでパッときますね、これで逃げるのが吉本。吉本選手はタイトなコーナーは脱出重心に、そうですね、に完全に変えて、はい、でポルシェが進入でガッとだから近づくんですけど、脱出の時に離れますよね、やっぱり。そうですね、これでこういう感じになるわけですね、うん、はい、
ちょっと中速コーナーの立ち上がりはやはり韓国ポルシェの方が優位ですね。今動きとしてはね、ちょっとランボルギーこの辺がちょっと辛いんですよね。ポルシェの方がいい姿勢で出てますの でストレートに関して言うと今見ても福山さんおっしゃったようにほぼイーブン、はい、ちょっとですからランボルギーニの吉本君のタイヤがどれぐらい落ちてくるかですね。ここ数周で福山さん差はちょっとしたとこですね。本当にそうですね、はい、それがですから、まあ、ちょっとずつキャラクターが違うんでそこでどっちが優劣を見せるかというこの2人の争いです、はい、これでやっぱりストレートでは、まあ、直線番長の異名を持っていたポルシェは、まあ、やっぱり今シーズンは番長というまではないんですね、これね。そうですね、まあ、それは横溝なんかもコメントしてましたけども、まあ、去年とはイメージちょっと違うんじゃないですかというポルシェです。ハンコックの藤井が現在4番手、逃げるランボルギーニ吉本3番手。さあこれをちょっと生かしてくれって感じですね。いよいよレースは残り周回10周です。どんな最後の締めくくりになるのか、本当に最後の最後のエンディングまで目が離せない2013年の開幕戦になっています。パッと見派手さはなくてもワンミス禁物という非常にシビアなバトルが局所局所で続いています。あっとこれ近づいてきたんですか、ってます、ね、まあ、残り10周これでどうでしょうか、福山さん、はい、この2台との争いに巻き込まれて柳田がその、まあ、三つどもえみたいになってしまうのか、はい、まあ、三つどもえになっても、はい、まあ、もう動じないとは思いますよね、はいはいはい、チャンピオン2回も経験すると、そうですね、だいぶずぶとくなりますよね。 あるいはどうですか、このモチュールじゃ詰められてきたところでもう1回二の足を使う余力がある可能性はどうですか。どうでしょうね、貯金はないんじゃないかと思いますが、ね、でも極端に近づきましたね。そんな話をしてたら、あ、3台近づいちゃった。後ろの方がやっぱ失うものがややないんで、やっぱりトップは守る気持ちにちょっとなりますからですよね、はい、連続チャンピオンではありますが、うん、後ろの方のちょっとやっぱ焦りが見えますよね、うん、今、まあ、1コーナー曲がるところで少しリアが逃げました、はい、前を走っている柳田です。ちょっとブレーキ突っ込みすぎてリアがロックしたんでしょうかね、はい、その間タイムもそうですね、1秒近くちょっと遅かったですね、はい、もう昨日名実ともにニスモのドライバーになりましたんで、予選でねポールを取って ね今日もこのまま優勝で逃げないと、せっかくの、さあここからだな、ね、さて来た完全な三つどもえ GTR HSV HSV ディフェンディングチャンピオン3連覇を狙う柳田ロニーのコンビトップ、その後ろレイブリックは伊沢と小暮の最強タッグが実現しました。その小暮がセカンドスティントで柳田に襲いかかっています。まあ、チャンピオンシップを考えれば2位3位も重要なポジションですけれども、はい、後ろの2台はあんま考えてないと思うんですよね。やっぱり王者奪還で、まあ、入っていくと思うんですが、そしてこの2台の後ろから塚越光大、まあ、塚越は今シーズンから景品でドライバーの登録が A ドライバーの登録になっています。あ、小暮の方がいい脱出いいですね。柳田を捉えた、小暮が捉えましたが、このストレートはどうか。先ほどの攻防では GTR の方がちょっとストレート早いんでしたか。そうですね、そうでしたよね、はい、ご覧のようにちょっとやっぱり逃げていきます、ちょっと逃げていきます、コンマ3秒の差です。その後ろから塚越も来ています。これは上手にね使える部分のアドバンテージですから。そうですね、あとはまあミスをしないように走るということですよね。はい、要所要所もうちょっと性格悪くして抑え込んでストレートで逃げるっていうパターンですよね。でも後ろ小暮ですからね、はい、超ベテランですよ。絶対隙見せちゃいけませんよね。その小暮がどこで行こうかと柳田の動きを見ています。16号車はロリー・クインタレンリ、心配でしょう。伊沢拓也、こちらも心配でしょう。前に行きたい小暮隆史、抑えて逃げたい柳田。さほど詰まってないのにどうしてモチュールは落ちてきたんでしょう。ですよね、はい、そしてこの2台のどこで感激を縫うかを考えている塚越。ね、さあこれで今ダブルヘアピンです。塚越は結構詰めた。ここ で、あーと小暮が来た。
ただあそこのディオを生かせるところがポイントがないんですよね。これストレートが遅いんで。でこれでストレートは若干 GTR 有利。はい、下野さん、はいどうぞ。先ほどのそれでモチュールオーテックのですねピットインの際にタイヤを確認させてもらいました。他社のですねタイヤよりもですね他メーカーのタイヤよりもちょっと摩耗が進んでるなという感じがしました。綺麗に摩耗してるんですけども摩耗の量がですねちょうどそのファーストスティントでちょうど使い切ったなというような感じの印象がありましたね。あそうですか。あんまり余裕ないんだライフに。そうですね。 でもここからが真骨頂ですからね。そうですね、はい、頑張って走ってもらいたいですね。これはいいバトルです。ただ本当小倉選手ってあのスイッチが入った時にとてつもないポテンシャル。本当ですよね。本当ですよね。ちなみに前のニスモが入ったのが44周目、後ろのレブリカ40周目にピットに入ってます。そうですよね、はい、確か ロニーが少し長く行きましたんでね、ちょっと周回数としては柳田君の方が有利なはずですが、ところが、まあ、ピットの情報なんか考えると少しタイヤは心配もあるかなと。そうですね、いう状況です。後ろの2台はブリヂストンですね。そしてどうでしょうか、このカメラにつく水滴の量が増えてきたってことはないですか。ちょっとありますね。残り7周なんですが、まあ、こんなところで雨が来て違ったバトルにならないといいんですが、さあ柳田遅れて小暮塚越も牽制しています。この先の路面がわからないところに頭で入るのってすごい勇気ですね。あですよね。そうですね、はい、前の週は濡れてなかったのにっていうのがありますよね。ありますからね。ただ頭走ってたらどうしたって行くしかないですね。そうですね。で由良さんこっち側、まあ、今、うん、コースのアトウッド側になりますけどもの方が雨の量が多い可能性があるわけですよね。そうですね。雨と言いましょうか、路面が少しだけでも濡れてる可能性がこっちの方がもしかするとあるかなという、はい、先ほどはこちらの方から西側ですからね、こちらの方から雨降ってましたよね、はい、さあいっぱい300がいます。残り6周なんですが、いやもう柳田君はこの GT300 に頼むぞーっつってますよね。ここになんだよ、うわー3台2台3台います。よし、そうインサイドインサイド、これで内側を柳田が行きます。あと小暮が少しマシンを横に出したんですが、さあこの後ダブルヘアピン、前長のベンツがいて、さあトップ3台モチュール、レイブリック、そして景品。うわやだねこれは。そうですね。うわ来た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 小暮。それぞれがハイブリッドしてますから。行ったか小暮。柳田が抑えます。前のベンツは、まあ、ここにいるんですね。これは加藤君ですかね。ですね、62号車。あストレートが、まあ、安全に抜いていくでしょう、はい、これでストレートまず柳田が行きます、ついていきます。小暮ちょっと離れて塚越、これはブレーキ行くか、小暮が外からやっぱいけないか、柳田を抑える。小暮がマシンを外側からこの後イン側に入ろうとします。触れたぞ車が、もう相当滑りますね。そうですね、残り5周です。残り5周もう止める暇がないのかもしれないですが、柳田君のワイパーは回ったまんまですね。これはいいバトルですね。でも去年は立川山本の一騎打ち、今年はこの柳田小暮塚越の三つどもえ、しかもなかなか見ることができないレース終盤の三つどもえです。ちょっと近いですね、ヘアピンまでの。そうですね、それはつまり小暮がいけるかもしれないということですか。ちょっとインサイド危ないですよ。アウトサイド牽制する柳田、小暮は外側に1回マシンを置いています。柳田君も後ろ見てますよね、何回も。さあどうだ、うわーねじ込んだがぶつかって、いったいった小暮ちょっとぶつかって前に出るか、出たかまだ並んでいる、サイドバイサイド、まだ粘る柳田、次だ、ねじ込む小暮、粘る柳田、あー小暮が前に、柳田も譲りません、さあまだインサイド、不思議ではありません。
も少し隊列が落ち着いたでしょうか。小暮がトップ、2番手塚越、窮屈でしたね。そうですね、本当に窮屈なバトルでしたね。もうどこにも場所がない、ちょっと空いちゃったな。 This is 岡山というすごいバトルになりました。まあしかし、いや、いいものを見せてくれましたよ、いい仕事してます小暮君も。さあ塚越君はこれでいいんですか、はい、塚越君はこれでいいんですか。この2台は何年前だったかな、2年か3年前の須郷で最後の直線勝負、2010年、2年前か、もう本当に100分の1000分の何秒というバトルをやった2人です。はい、その時は塚越が勝ったんですね。そうです、塚越が小暮の逃げ切りを最後刺したんでしたね。そうです、空気読めないとかって言われたんですよね。あそこは抜かないだろうはい、はい、いやしかし、まあ、ここはでも由良さん、こんなこと言っちゃうとなんですが、はい、ホンダは仁義なき戦いやりますよね。そうですね、はい、さて残り3周なんですが、現在トップはレイブリック HSV です。山本がドームに移って伊沢のパートナーに小暮を迎えました。まあ、小暮は HSV のデビューイヤーでそのホンダにタイトルをもたらしたその小暮という、まあ、名ドライバーを伊沢のパートナーに据えました。そしてこの岡山残り3周でトップに立ちました。まあ、去年もファイナルラップトップで入りながら最後立川に刺されたレイブリックなんですが、このままですね、はい、仮にですよ、小暮が逃げ切って勝つとチーム国光7年ぶりの優勝になります。あ、そうですか。まあ、すっごく大きな仕事しますよね。返して言うとやはりインタビューでも言ってましたが、常にもう移籍なんか全然ないエースドライバーで迎え入れられ続けてきた小暮君が、はい、まあ、チームから出たっていうことが相当刺激に本人になってるっていうことですよね。そうですね、はい、この悪い路面状況の中でタイムものすごくまた上がりましたね。そうですね、小暮が26秒台、塚越は27秒台の前半です。で、由良さんおっしゃるようにこの2人がずば抜けて速いんですね、これ。そうですね、ずば抜けて速いです。もう完全に2人ともスイッチ入っちゃってますね。あの2年前の3年前の須郷の再現なるか塚越。さああと2周ちょっと詰まってきましたけど、塚越君もどうなんでしょう。で、2度同じ鉄は踏んじゃいけない前の小暮、先ほどのコントロールラインでコンマ333という差になります。残り2周です。もう一ドラマあるのか、まだ分かんないですからね、この距離ですもんね。そうですね、しかし、まあ、スタート前のインタビューの表情からも小暮君の引き締まった顔はすごいものがありましたからね。泣きせるものあるでしょうからね、はい、インサイド注意、はい、プライドはあるんでしょうからね。でもですね、本当に、まあ、最後まで気を緩めない、はい、感じでしょうね。そうですよね。さあ、あとこの後帰ってきてファイナルラップになります。ところどころ覗いてきてますからね、塚越君が。どのタイミングで勝負に行くのか、金石俊博、後ろの塚越の走りに祈りを送っています。雨が降ってきました。それでも速いこの2人、勇猛果敢なこの2人のバトルはいよいよ最終章、最終ラップに入ります。逃げ切れるか小暮、それとも3年前の凄を再現で差し切るかこの塚越。ちょっと差が詰まったか、集中して集中して塚越がちょっと詰めたか。さあファイナルラップ、雨がちょっと降ってきた、お構いなし、2人とも速い。アドウッドに向かいます。おっと、少し煙が上がって小暮、絶対行けるんじゃないかな。あと2台これ、ね、あ300のこれ2番手争い、2番手争い、あ3番手争い、3番手争い交錯した。ファイナルラップで300の上位争いにドラマが起きました。その一方で GT500 ホンダ同士のトップ争い、レイブリックと京浜のランデブー走行、小暮が逃げます。大丈夫、塚越が追います。このまま行きますか、これ行くと思うんですけど300が多いですね、3002台来た、これでどうなるか。ピットレベルでも
明らかに影響が出そうな雨の降りですね。でもレースは残りは止まった。さあ外側、あっ次はインサイドですよ。この前が詰まった。コブレーン外からか、塚越が行く。あっなんとか粘った。コブレーン粘った粘った。いや危なかったですね。今のは危なかった。さあこれは決めます。あとコーナー2つ、もう1つ。いやよく持ち出しました。逃げ切れるか。しました。あー来た。今ホームストレート帰ってきた伊沢と小暮。このニューコンビ初勝利、勝ったチーム国光勝ちました。7年ぶりの勝利。2006年あのセバスチャン・フィリップ細川で勝った。2006年の第7戦以来、チーム国光レイブリック久しぶりに GT ポディウム中央です。そして300は余裕の快走を見せました。17秒離してますね。この11号車のディクセル・ゲイナーの SLS です。もう間もなくフィニッシュラインを迎えようとしています。2位は谷口選手というの Z4、 そして3位争いが先ほど交錯してましたね。そうですね。どうなったんでしょうね。もう間もなく最終コーナーに入ります。平中は去年の開幕戦アウディでこの岡山を制しています。アウディからベンツに代わって平中、2年連続の開幕勝利まであとわずか。そしてパートナーのビヨンビルドハイムにとっては、あ GT 初勝利。そして今シーズンは文句なしこのベンツ中心というのを十分に伝えた開幕戦でした。20年目のスーパー GT 開幕戦 GT300 制したのは FIA GTメルセデス・ベンツ SLS ゲイナー・ディクセルです。2番手谷口選手、3番手は、はい、87号車がなんとか走り切ったという感じですか。ランボルギーニですね。そのような表記でしたね。戻れなかったんですかね。もったいないですね、最後の最後でね。そうですね、ハンコックがあそこで息絶えたんですかね。レイブリックのガレージから万感の拍手が起きます。伊沢をチームスタッフが称えました。おっとフロント左、いやこれださっきそうなんです、あのバトルの時に接触してるんです。エンドレスとね、はい、いやあそこよく立て直しましたね。でしたね。執念の勝利ですね。いや一回鼻前出られませんでした。出られました。まあ塚越君もフェアでしたけれども、うん、それにしてもよくあそこを立て直しましたね。本当に危なかったですね。執念でしたね、あれはね。ギリギリだった500の優勝争いとは裏腹に、この300の優勝争いは由良さん途中からはもう完全な無風。そうですね、はい、いや痛々しいレイブリック、しかしながら見事に勝ちました。でこれで福山さん、はい、まあ、伊沢のパートナーに小暮を迎えた、はい、まあ、この最初のレースで勝てた、はい、大きいですね。そうですね、これがだから先ほどもそうですね、まあ、おそらく吉本とのバトルの中でアトウッドだったと思いますけども、高速オフをしてマシンが、ね、止まったんじゃないかと思います。まあ、ここまで来て残念だったですね。伊沢が小暮に近づいた、勝ちました。何かしらちょっとレース前から高橋国光監督が自信ありげな、なんかいつもと違う表情してたんですが、楽しみにしているような表情してましたが、はい、ちょっと見抜いてたんですかね。この補強はすごい、なんかシャッフルはすごくレイブリックにとっては良かったということになりました ね、はい、ね。ヘルメットを取らずに今カメラの前に向かいました。天を見上げた小暮隆、左手を突き上げた伊沢拓也。これはね、小暮くん嬉しいでしょう、この勝利はね。あでもなんか改めて私思ったんですけど、皆さん2人とも早いですね。早い。またあの本当にあの早い小暮が戻ってきましたね。この人ね、ずっとなんかこうなんていうかね、溝にはまってたというか、はい、苦労してましたよね。で先日のスーパーフォーミュラでも速さ戻ってきたところ見せてますし、ですよね、そうですね。しばらく本当にね、ちょっとどこ行っちゃったの小暮って感じだったんですけど。はい、今日はいい仕事してましたね。そうですね、このシャッフルがいい刺激になったんでしょうね。執念見ました今日は。そしてこれが GT300 のウィナーです、平中ビヨンビルドハイム。放送席、放送席、素晴らしいですね。オープニング戦、オープニングラウンドをですね決めました。そして優勝を勝ち取りました。まずは小暮選手にお聞きしたいと思います。
壮絶なレースでした。いやあのね、途中からいろいろハンドリングバランスも変わっちゃったりして、ただね、どん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 前詰まっていく中で、なんとかね、伊沢選手がね、いい状態で渡してくれたんで、なんとかトップでね、ゴールできたらっていう、途中からね、欲が出てきて、雨で、ね、足すくわれつつも最後300で、あの本当塚越選手ね、あのすぐの最終コーナーで僕抜かれてるんで、あれがデジャビューでずっと思い浮かんでたんですよ。で、あ、また再現したかなと思ったら、でもなんとか防げて、はい、よかった。昨年は悔しい開幕戦、今年は最高の開幕戦ですね。いや、あの本当にいい状態で小暮選手に渡せましたし、もう見てる皆さんもそうだと思うんですけど、もう僕もね、なんか一ファンとしてね、小暮さんの走りを見て喜んで、もう最高の開幕です。はい。昨年はですね、国光監督に申し訳ないという気持ちがあったというふうに言ってました。今年は国光監督にですね、最高のプレゼントを開幕戦からできました。はい、あのチームもそうですし、あの去年ね、ホンダとしては非常に辛いシーズンを送ったので、このために研究所もそうですし、ブリヂストンタイヤも本当にこの開幕を取るために一生懸命シーズンオフやってきたので、もうみんなの、ね、努力が全てこの形になったと思ってます。シーズン前にですね、今年はチャンピオンを取りますと伊沢選手は公言してます。いや、もう本当にそのために1年間小暮選手ともっともっと熱いバトルをできるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんも1年間応援よろしくお願いします。おめでとうございました。小暮選手、開幕戦から本当にいい仕事でした。いや、本当にね、あのチーム移籍して本当に GT 初年度のような気持ちで、まあ、あと本当にね、あの伊沢選手という、ね、すごい早いライバルと組むことができて、すごくいい、自分もいい刺激になって、でお互いその、ね、優勝に目指してきたんで、あ、本当嬉しいですね。涙も出そうです。さあ、開幕戦優勝おめでとうございました。ありがとうございます。伊沢は2009年以来の GT500 の勝利になります。で、小暮は去年の夏のセパンで勝ってますんで、まあ、2年連続の勝利ではあるんですが、しかし井浦さん、はい、やっぱりあのスゴーのあのデジャブって言葉はやっぱり出たかって ね、覚えてるもんですね。あの抜かれ方でしたもんね。悔しかったでしょうからね、はい、でも本当に危なかったですね。本当です。まあ、こうやって笑ってそんな話ができるのも勝ったからこそだとは思いますが、ね、やっぱりずっとエースドライバーを当たり前のようにやってきて、まさかの移籍、はい、ね、やっぱり執念の一勝ですね、これはね。 GT9 年目の小暮は今おっしゃったように初めての移籍となります。下田さん、はい、どうぞ。こちらですね、300見事優勝を果たしましたゲイナー・ディクセルのお二人にお越しいただきました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当に去年の岡山でも平中選手優勝しています。2年連続開幕戦チャンピオンです。そうですね、あの去年もここで優勝して、で、まあ、その後ちょっとあのシーズンを通してはあまり良くなかったんですけど、まあ、今年はね、あのここで優勝またできて、でこの次のレースもあのシーズン通して良くなれるようにね、あの頑張っていきたいですね。はい、そして Mr. Wildheim、How do you feel about this victory? I saw your very glad face when you came out from the car. Yeah, it's fantastic. It's the best start to the season we could wish for. Today the Dunlop tie was fantastic. You know, throughout our both stints, and the Gainer Dixel Mercedes was incredible to drive. So it's just brilliant. You know, it's a great team, and I'm so happy that we got you know, this start to the season. ダンロップタイヤも最高でしたし、ゲイナー・ディクセン、車も本当に素晴らしかったです。この開幕戦で勝てて本当に嬉しいですということですね。いや、本当におめでとうございます。さあ、そしてどうでしょうか、今のお気持ちは。なんだかすごく最後天気も変わりましたし、どうだったんでしょうか、実際走ってらっしゃって。そうですね、まあ、途中タイヤカスとか拾ってちょっとラップタイムが落ちたところもあったんですけど、まあ、なんとかその後ろとの差を、ね、キープすることができて、でその後雨が降ってからは、まあまあ、いつも以上に、ね、ちょっと慎重になって、まあ、スピンしないようにチェッカーまで車を運びました。
And this was your new team. How was it? It's a new team. I haven't known them for that much. I've had two tests with them so far, and then this race. And you know, everything's been perfect ever since I came here. So I hope it continues like that for the rest of the season.新しいチームでしたが本当に一から作っていって、来年も今年いっぱいこういったレースがいいでレースができればいいということです。本当におめでとうございました。ありがとうございました。ありがとう。 Thank you. 以上です。という GT300 のウィナー平中、そしてビルドハイムのインタビューを聞いていただきました。このコンビ、由良さん、はい、なかなか強烈ですね。そうですね、全く今日はこう不安要素を見せなく終わりましたからね。そうなんですよ、はい、まだ彼らの本当のものってこれからもっともっと見えてくるのかなって気がしますけど、一つ言えるのは履いてるダンロップタイヤがねこのコースとの相性も結構いいっていうのはね、そうですね、一つ追い風だったとも思いますけども、去年も良かったですね。そうなんですね、はい、では暫定結果をご紹介しましょう。まずは GT500 です。いやしかしすごいバトルでした。レイブリック、伊沢と小暮のコンビが開幕戦で勝ちました。2位に同じ HSV の景品です、塚越金石。表彰台もう一枠はモチュール GTR 柳田クインタレッリです。以下ゼントセルモ、ウィダーモデューロ、カルソニックインパル、エネオスサスティナ、デンソーコベルコ、 ARTA、 そしてレイトモーラというトップ10。エプソン HSV、 ペトロナストムス、 D ステーションアドバン、ウェッツスポーツアドバン、そしてキーパートムスという順位で終わっています。全15台、完走扱いにはなっています。 GT300 の暫定結果です。この開幕戦を制したのはメルセデス・ベンツ、ゲイナー・ディクセル SLS です。2位にグッドスマイルレーシング、初音ミク BMW、 11秒の差がつきました。で3位以下を、周回遅れにしたというこの GT300 の結果です。3位にはランボルギーニ、ラセーヌが入りました。4位に沖縄 SLS、 以下スバル BRZ、 レオン SLS、 無限 CRZ、 ハンコックポルシェ、ディジョン GTR、 エンドレスタイサンポルシェ、ここまでがトップ10です。クリスタルクロコランボルギーニ、 ARTA CRZ、 ポンズレーシング GTR、 岩崎アウディ、ルーニースポーツ SLS、 ゼントアウディ、マッハ号フェラーリ、ランナップ GTR、 それからナック広角機動隊、広角機動隊、ごめんなさい、広角機動隊、9号車、これ19位です。それからエグゼアストンマーティン、ここまでが20番手、これが完走扱いということになっています。という両カテゴリーの暫定結果をご紹介しました。由良さんはかつてチーム国光、国さんとも仕事をされてますけども、そうですね、はい、随分お世話になりました。で、放送中もちらっと言いましたけど、セバスチャン・フィリップ、はい、細川慎也以来の7年ぶりという、そうですね、チーム国光はいつも勝てそうで勝てないチームなんで、去年がね、まさにそうでしたからね、だからそういう意味ではね、やっとね、なんか今年は、ね、勝つための体制ができたみたいに言ってましたけども、はいはい、その通りになりましたね。それとなんていうんでしょう、ここまでブリヂストンがものすごく劣勢なイメージがあったんですね、はいはい、予選からずっと本番中も、はいはい、ところが最終的に BS、はい、そうでした、そうですね、ワン・ツーですよね、ですね、はい、やっぱりこうすごいんだなっていう気がしますよね、はい、で福山さん、はい、小暮がね、えあと何週だったかな、3週か4週だったと思いますけども、うん、はい、相当強引にいったじゃないですか、あの勇気、そうですね、もう若手もベテランもやっぱり有能なドライバーはラップタイムにあんまり差はないんですね、はいはい、だけどもやっぱりレースってやっぱ一個人の強さなんだなっていうのをすごく感じましたね、やっぱ強いものを見せてくれましたね、はい、で最後の最後は、放送席お二人も、ね、そこを放送中も話しされてましたけども、300であれで詰まって、はい、あれ小暮やられておかしくなかったですもんねそうと思いますね、そうですね、もう300が前にいるときこれはどうなるのかと思って、その通り本当にどうなるかっていう展開でしたよね、はいはい、あと 500m なのにそれはないだろうって感じでしたよね、本当に、それをですから白氷の思いでしのいで、小暮が勝ったというレースになります。で勝っておかしくないレースをやったモチュールが3位フィニッシュだったんですが、これ2011年の最終戦モテギで勝って以来
まだ勝ってないという久しぶりの勝利もお預けという状況です。インタビュー行きましょう。次郎さんお願いします。高橋国光総監督に来ていただきました。素晴らしいレースでした。ありがとうございました。本当素晴らしいレースでしたね、いや久慈さんのチームが素晴らしいレースを、いや本当ね、そういったことを考えますと本当に皆様方の協力のおかげで今日勝ってたっていうのは本当に、もう久しぶりなんで本当に、嬉しく思いますね、2006年以来だそうです。ああそうですか、何年ぶりでしょうね。まあでも途中まではもうこのままのですね順位でかなっていうところですけど、終盤になって小倉選手が素晴らしい働きを、もちろん伊沢選手もねすごいいい走りをしてバトンタッチで、小倉選手さすがだな、まあ本当に今日のレースまた本当に最近にない素晴らしいバトルっていうようなレースで素晴らしかったんではないかなという気がしますね、最後の最後近国選手も来ました。あの瞬間はいやーもうねすごく、まあ、ちょうど最後ポツリポツリと来てましたし、やはりなんていうんですか、いろんな車もありますので、ね、それを要するにパスするチャンスにちょっと心配したんですけども、いやこのぐらい大丈夫だというような感じで、はい、20周年のですね、最初のレースもう最初から素晴らしいレースを見せていただきました。本当にありがとうございました。この次をまた頑張らなければというような気でいますので、本当に皆様方の応援でね、いい成績を残せて今日は嬉しく思っております。ありがとうございます。以上です。という7年ぶりの勝利の美酒を味わうことになりました、なんか人ごとのような一モータースポーツファンのおじさまみたいなコメントだったんですけど、今日はですね、久慈さんに、はい、帽子がね、今かぶってらっしゃった最新流行のキャップがほつれてるじゃないですか、ちょっとボロボロみたいな、はいはいはい、わざとそういうデザインで、久慈さんに、はい、久慈さん帽子ほつれてますよって言ったら、いやこれは今の若者のファッションなんだって言ってましたけどね。まあなかなかですね、はいはい、本当素晴らしい、久慈さん本当良かったですね。いやです、はい、本当です。まあでも本当に達観されてますね。はい、そうです。はい、まあでもね、これだけのあれだけの経験豊富かつ実績のある国さんがいるんで、まあ、山本なんかもそうだったと思いますけども、国さんの話を聞いて福山さん得るものも若いドライバーにとってはあるんじゃないですかね。そうですね、まあ、ですがあまりにもやっぱり偉大すぎて達観されているので若い子たちにはちょっとよく分かったのかどうか分かりませんが、そうですか。まあ、今回のホンダのシャッフルは非常にいいと思いますよね。それぞれ、はい、山本、伊沢の両若手に、ちょっとベテランといいますかね、そういうものをつけて、はい、いい結果を生むんじゃないかと思いますよね、この先もね、はい。これがウィダーモデューロになります。まあ、フレディ・マコビッキーはアトウッドで、ね、単独スピンになって結局5位だったんですが、はい、まあ、そこまでの走りは福山さん良かったでしょ。そうですね、はい、引き離してましたもんね。そうですね、はい、まあ、GT300 の処理ですね、それと、はい、まあ、やはり新しいチームに入ってっていう時はああいったちょっとしたことが起きるんですよね。やはりね、やっぱりなんとか行かなきゃ、ね、行かなきゃって、なんとか成績出さなきゃって気持ちになりますんでね、はい、ちょっと勢いがあったんでしょうね。まあ、そのフレデリック・マコビッキーセカンドスティントでしたが、ファーストスティントを任された山本直樹も、まあ、経験は山本の方が当然あるわけで、由良さん、山本の走りも結構序盤光ったんじゃないでしょうか。そうですね、本当になんか充実してきてますよね。っていうか中身が濃い、全体的なレベル底上げがすごくある感じがしますよね。でちょっと気になるのは福山さん、はい、SC がですね、そうなんですね、ちょっとこう振るわなかったというかインパクトがあまりなかった。そうですね、どうでしょう SC は。まあ、今回もかろうじて4位に立川くんが入りましたけれども、はい、まあ、下馬評では、ね、ドライになると、ね、岡山ではもう SC 絶対有利と言われてたのに、ちょっと蓋を開けると、はい、ちょっと意外な結果に落ち着きましたね。まあ、このまま終わることはないと思いますけどね、はい、富士で巻き返すんじゃないですかね、はい、そうですね、はい、で、GTR は結局3位にモチュールオーテック、まあ、ニスモが入ったという形なんですが、まあ、三つどもえの争いになってしまってああいう形で、まあ、3位で終わったんですが、
まあ、でも柳田ロニークインタレリーのコンビというのは改めて感じたんですが、由良さん安定感はありますね。はい、僕ちょっと早めに褒めすぎちゃったんで、はいはい、いつもの体勢固めは素晴らしいものがあって、この結果っていうのはちょっと早く言い過ぎましたけど、ちょっとまあ序盤でも盤石のように見えましたけどね。そうですね、まあ、たまたまこの、気候の変化とかですね、はい、流れの中で、最後ちょっと苦しくなっちゃいましたよね。そうですね、はい、まあ、二郎さんの情報が上がってくるまでそんな会話がギリギリなんて思ってなかったですから。でですね、画面ではちょっとご紹介できなかったんですが、やっぱ立川はね、岡山でやるんですよ。これ最後フレドリック・マコビッキを抜いたシーンです。あ、なるほど。これで4位に。これファイナルラップですか、これ。あ、ファイナルラップ。おしかし立川っていうのはやっぱり由良さんやりますね。ちょっとマコビッキは傷ついてたというかバトルの明けのですね、はいはいはい、これちょっとほっとしちゃってたから心理面ですね、はい、そうですね。そこにもうギラギラした立川がボーンってオーロララみたいな感じじゃないですかね。そうですね、バトルに疲れ果てて、うん、あーっていう時だったんでしょうね、ちょっとね。まあ、ですから開幕戦岡山は上位3台の争いをずっと皆さんにご紹介しても本当に見逃せなかったんですが、それ以外にも要所要所で見逃せないバトルがあったということです。なんかカメラの台数60台ぐらいにして中継してみたいもんですね本当ですね。無理かもう全ハプニングを撮っておいてもらいたいですね。ということで表彰式が始まりました。うん、この2人はよくやりましたね。このどうでしょうか、福山さん、 Z4 というのはタイトル争い見据えた時にはどんな風に見ますか。まあ、楽ではないと思いますが、やはりこのドライバー同士の片岡君2位3位が逆のところ立ってたんですはい、まあ、片岡君と谷口君がね、やはりすごくいい仕事をするっていうか、やっぱベテランのいい味持ってますんでね、まあ、年間を通してちょっと技を見せてもらいたいなって気がしますよね。まあ、2人のレーストータルでマネージメントする能力なんかを考えると、はい、タイトル争いに絡んでくる可能性はあると見ていいでしょうか。そうですね、やっぱり雨のレースもあるでしょうしね、はい、そういうところでやっぱりしぶとくくると思います。ただちょっとポルシェがね、いまいちだったのが、はいはいはい、ちょっと気になりますが、今日そうでしたね、ポルシェ光らなかったですね、うん、そうですね。さて、表彰台に上った3チーム、まあ、6人のドライバーに主催者賞が贈られます。大会の会長です、株式会社岡山国際サーキットの片山義則さんから贈られました。まあ、ベンツが速いのはもう十分に伝わりました。なおかつね、由良さん、ベンツが5台出ているという、はい、そうず、それぞれかなり上位に残りましたねということですよね、非常に安定して速い車ですね。ただガルウィングの立て付けが弱いっていうのがよく分かりましたからね、あそこの辺は注意しないといけないですね。でそれからランボルギーニも結構いけそうですね。そうですね、今年はしかもニューマシンも来てますから、この吉本選手はよく旧型で頑張りましたよね。そうですね、最後、まあ、ハンコックとの攻防をしのぎ切って、まあ、どういうアクシデント、ハプニングになったのかちょっと分かりませんけど、先に戻れたってことですよね。そうですよね、はい、まあ、ここも執念だったですね。さて、続いて美馬坂市長賞が贈られます。プレゼンターは美馬坂市の副市長、南輝夫さんです。これで美馬坂と読みます。あとはこのコース、岡山国際、サーキット、このコースもなんでしょうね、由良さん、こういう面白いレースを盛り立てる主役なんじゃないですか。そうですね、そういう意味ではね、本当にバトルになるサーキットですよね。はい、オートバックス賞です。オートバックス中四国地区の代表、株式会社美馬作グループの本社代表取締役社長の川島盛次さんから贈られました。トロフィーのデザイン変わりましたね。ですね、そうですね。ちなみにこちらは美馬作ではなく美馬作グループというんだそうです。20年目節目の開幕戦、まあ、そういう節目っていうのは結構、歴史に残りますので、その中央にベンツが立ったという GT300 クラスになります。これ実戦富士も強いんじゃないですかね。ベンツですか、はい、はい、それ燃費も良かったですしね、はい、それが武器ですね、はい、であとはどうでしょうね、
プリウスとか、はい、CRZ とかが、まあ、BRZ も含めてなんですけど、この FIA との争いにどう割って入るかっていうのは結構興味深いと思うんですが、入るはずなんですがね、はい、今日はちょっと見れませんでしたね。プリウスなんか序盤にトラブルみたいでしたから、はい、そうですね。で、井良さんおっしゃってたようにプリウスに関して言うとモーターアシストのパワーもあって直線が相当速いであるんです、そうですね。だから次の富士はですよ、はい、かなり期待できるんじゃないですか。まあでもあれだけでっかい車で案外なんていうと本当失礼ですけど、よく曲がりますしベンツね、はいはい、そうですね。で燃費もいい、はい、困ったもんですね。まあ以前からこの岡山サーキットとダンロップタイヤの相性はそう悪くないですよね。むしろいいんじゃないですか、はい、ですよね、はい、ですから、まあ、それが同じように富士でフィットするかどうか、その辺もちょっとまあ見どころですけどね。そうですね、はい。まあ、だいぶ状況が変わってますので、次の富士なんかも見ないとちょっと分かんない部分がねあるんじゃないかと思います、はい、ですが、まあ、GT500 も GT300 もちょっと戦前の予想とは違った展開だったような感じがしましたね、はい、やっぱり SC が本当はなんか行っちゃうんだろうなっていう下馬評の中で、はい、こういった展開でしたし、まあ、GT300 もおそらくジャフ GT がかなりいいだろうということと、あとポルシェがやっぱりいいんじゃないかっていうような話がありましたが、はい、全然違った展開でした ね、 ですね。やっぱり開けてみないと分かんないもんですね。分かんないもんですね。さて、おなじみのこれはシャンパンファイトではなくスパークリングの日本酒ファイトです。まあ、かなり出るんですね。でもね、かなり吹くようになりましたね。これ、はい、うっかり開けると家の中天井までびしょびしょになっちゃうんですけど。あ、そうですか。あ、そうなんですか、はい、もう全然過去の日本酒に比べてすごくなんか純米大吟醸プレミアムスパークリング、おなじみの奥の松酒造さんから送られているこの、スパークリングの日本酒を持ってファイトをしました。これは何ですか。 T シャツかなんか投げてるんですかね。まあ、あとはあの吉本とそれから山内、まあ、経験のある吉本と若い山内のコンビになりますけども、ランボルギーニ、あの福山さん、こういうですね経験者プラス若手というパッケージも500も含めて今季増えましたね。そうですね、こういった形がやっぱり見直されてますね、はい、いやすごくいいと思いますよ。ですよね、はい、この山内君という選手はなかなかいいんで、どこかのメーカー早く手を伸ばしておいた方がいいんじゃないかという気がしますが、山内は2008年に F3 の N クラスでタイトルを取ったことがあります。そういう意味では福山さん、はい、あのベース、まあ、素性のこう速さは持ってるわけですね。そうですね、強いところも持ってますんで、はいビヨンビルダイブ忘れ物です、はい、でもなんかこの見慣れたおじさんたちばっかりじゃなくて、こうそちらの新陳代謝って若い人がどんどん上がってくるのはいいですね。いいですね、魅力的ですよね、はいはい、で若さだけでやっぱりダメでベテランに教えてもらいなさいという図式に今年なってますが、はい、すごいいい形だと思いますね。そうですね。さあ続いて GT500 の表彰式が始まります。まあ、各メーカードライバーのシャッフル変更があったんで話題の尽きない2013年のスーパー GT、まあ、節目の20シーズン目の GT は、まあ、ホンダ HSV が見事に開幕戦を白星で飾りました。で、まあ、ホンダがですから、まあ、これ岡山との相性もあって強かったと見るべきなのか、で、まあ、サーキットによってメーカーによる少しやっぱり色合いの違いが出るのか、その辺福山さんどんな風に見ますか。そうですね、まあ、500に関して言うと本当にまあ拮抗、まさに拮抗してますんで何とも言いませんが、はい、もうほんのちょっとした気候変化ですとかいろんな条件変化でもう図式がガラッと変わってしまう怖さを持ってますよね。ですから、というお話を伺ったのもレース中、例えば GTR と SC がマッチアップする、はい、案外こう抜くに抜けないみたいなシーンあったじゃないですか。そうですね、まあ、GTR、HSV でもそうです、まあ、あのメーカー問わずね。そうですね、そう考えるとやっぱ我々見る側にとってはいろんなところがコンペティティブであるという見方をしていいんでしょうかね。そうです、その通りですよね。まさに
こ う, うっかり見てると本当になんか並んで走ってるだけに見えちゃうかもしれないですが、はいはい、本当に針の穴を通すようなあのすごいドライビングの中で、そしてまた2手3手先まで読んだドライビングでっていうね、素晴らしいことやってますんでね。さあそしてディフェンディングチャンピオンが来ました、まあ、でも安定感なんかを考えますと、しかもパッケージがニスモなんで、由良さん、前人未到の3連覇なんていう可能性はどうでしょう、はい、全然大丈夫じゃないですか、ね、この、 あのチームこんな早くから表彰台に乗らないですかね。そいつスロースターターですからね、はいはい、どちらかというとこんな早く乗って大丈夫後半っていうぐらいのところですから、はいはい、そうですね、はい、柳田君もちょっと悔しそうですが、はい、次回に生かしてもらいましょうね。悔しいでしょうこれね、はい、あれはどうですか、やあの柳田のイメージとしては福山さん、はい、あれあこのコースの特性なんかも考えると、ええ、あの抑え切る自信、うん、っては当然終盤あったと見ていいんでしょうか。そうですね、あの意外と彼が思っているより早くタイヤが来ちゃったんだと思うんですよね、はい、あれって残り10周15周の時にあれ来ちゃったっていうのがあったんだと思うんですが、そこで差が詰まったじゃないですか、はい、ところがそこから見た感じは案外動じてないように私感じたんですが、はい、どうでしょう、はい、その辺は。え、まあ、あの動じてはいなかったと思いますけれども、はい、やっぱりあのマージンがなかったんでしょうね、車に余力が。なるほどね、だから抑えられなかった、はい、自由度がなかったっていうことですよね、はい、まあ、ただオンザレールで走ってる分にはなんとかなりますが、 GT300 が現れていろんなことを要求され出すと、それに対応するだけのマージンがなかったっていうことでしょうね。そう考えますと最後の最後はやっぱりそこに話は帰着するのかなという、この岡山というコースが持ってるあや、うん、みたいなものもあったってことですかね。そうでしょうね、うん、まあややロニーがスタート直後からあまりこう飛ばしていかなかった、結果的には飛ばしていけなかったんでしょうけども、まあ、ちぎらなかったですからね、はいはい、余裕はあったけど、はい、あそこでタイヤ温存してたんだとするならば、はいはい、柳田君はそれをちょっとロニーからまた教えてもらって、なるほど、また一つ強くなったらいいと思いますね。はい、まあ、でもね、ジローさんがタイヤの摩耗が相当あのきつそうだったっていう話がありましたね。ありました、はい、ですから、まあ、そういう意味で後半やっぱりしかも路面コンディションがどんどん悪くなる中で、はい、ちょっと辛くなったのかもしれないですね。そういうことですよね。まあ、でも今日は柳田君は悔しくて眠れないですよね、うん、そうですね、まあ、収穫も多かったということに切り替えてね、はい、あの次に行かせてもらいたいですよね、はい、その一方で画面中央の伊沢小暮はもう本当に最高の開幕戦になったのではなかろうかと思います。まあ、あとは今シーズンはGT は予選が全部ノックアウト方式になりましたけども、ですね、今回は、小暮伊沢の順番で Q1、Q2 と割ったんですが、これ、まあ、変わったりもするんですかね。そうですね、これはどちらも、いけると思います。そうですよね、はいはい、で当然スティントも福山さん、今日は小暮スタート、はい、伊沢スタート、はい、小暮がフィニッシュという形でしたけども、はい、このセットも状況とか、はい、コースなんかによって当然入れ替えてくることもある。どのようにでもできますよね、本当に。まあ、ですがこうやって見てるとタイヤのことだとか車のことだとかありますが、はい、最終的には人間スポーツなんだなって感じしますね。そうですね、さてベストパフォーマンス賞です。株式会社 J スポーツ放送本部コンテンツ障害部長宇都宮慎二さんからこのベストパフォーマンス賞が贈られます。やっぱりここですよね。まあ、文句ないですね。まあ、なんか50万ですよね。そうですね、まあ、この金額以上の由良さんなんかパフォーマンスだった気がするんですけど、うん、褒めすぎ。そう、いや、そんなことないと思います。それと、まあ、あの小暮選手にとっても、はい、すごい大切な財産ですね。あ、はい、移籍して最初のレースで勝ったという、はい、やっぱり強いぞっていう感じがねすごいしますし、はい、さて放送の残り時間が少なくなりました、今後の展望を2人に聞きましょう。まず由良さんどうでしょうか。はい、そうですね、まあ、この岡山の大会だけで今後の展望を語るには早いぐらいですね、はいはい、ただこの始まりとして面白い形で今年も始まったぞ、でますますこれからどういう展開になるかわからない、そして SC 絶対盛り返してくるでしょうし、はい、目が離せないまた1年になるのかなと思ってます。福山さんはいかがでしょうか。そうですね、あのドライバーシャッフルが結構あの多かった年ですけれども、それがなんかすごく効果を発揮しているようでちょっと楽しみですね、はい、あと GT300 はやっぱりポルシェ、そしてアウディなんかもどう上がってくるのか、その辺もちょっと見ものだと思いますね。解説は由良拓也さん、そして福山秀夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。